久しぶりに彼女に会いに行った。おかえり。ただいま。キコーナ。はい、皆さんこんばんは。はい、手を大きく振ってということで、ね、手を大きく振ってや、はい、手を大きく振ってね、はい、手を大きくなはい、ということでキコーナチャンネル金曜日ということで、いつもはね北雪エリアの配信になってるんですけども、今日はなんと北雪エリア以外の場所ということで、淀川エリア飛び出しましたね。北雪を、そうよ、今日ここどこですか、これどこよ、言ってみ。キコーナー重装店です。重装店、はい、初めて。ありがとうございます。店舗配信は初めてですね。初配信。そうそうそう、一回ね会社説明会で江藤店長は、出てもらってたんですけど、なんとお店は初めてということで。初めてです、はい。13点って何ですかってね、これ重曹って読むんですよ。重曹って読むんだよ。そうそうそう、大阪のね、すごいディープな街なんですけどね、重曹。はい、まあ阪急重曹駅西口から走って10秒って書いてたんですけど、走ってね、めっちゃ近いですよね。でも歩いても10秒やから、歩いたらちょっとあれやけどね、まあ、走ったらも10秒で来れるぐらいの距離ですね。すぐ来れるよ。はい、まあ、店長なぜ片言なのって言ってますけど、ちょっとそれ身内臭いな身内臭い、怖い、なんかちょっと臭いな、ね、ますね。皆さんこんばんはって言ってますけどね、こんばんはということで、結構ねリスナーさん重曹店行ったことあるよっていうお声はね結構聞くので、もしね見られてたら重曹行ったことあるよってね、コメントもお待ちしてますので、声かけてくださいね。うさぎのお店の近くのホールですねということで、ちょっともうそれはまたあれやな、なんか聞いたことあるコメントやな。ねえ、うさぎ、まあこれあれですね、知らないですからね僕は。元寝屋川南のね、今桜井店の高橋店長かな。ああはいはいはい、もともとね重曹もいたということで、結構この辺のお店詳しい。顔なじみですよ。顔なじみ、年一緒じゃないの。一緒です、同い年です。ですよね、はい、確か僕の方が先に店長になったんで、せやね先に役職やったですけどね、せやったなんか確かそうやったなっていうのだけは記憶ありますね。そうですね、まあ、その辺の絡みもね聞きつつ、はい、まあ、今日は重曹からの放送になりますので、はい、よろしくお願いします。ぜひお願いします。今日はね重曹の江藤店長と、なんとカリスマ主任というふうに聞いてるんですけど、うちの筆頭主任ですから、そうカリスマ主任、やめてほしい。もう店をバンバン回してるという。なるほど、いや、さっきの仕事ぶりもええ感じでしたけどもね。いやバリバリ働きますからね。じゃあ自己紹介いきますか。あだ名がねなんとブラック、そうですね、ブラック主義、もう色が黒いんで、あ、色が黒い、はい、腹も黒いってことでいいですか。腹も黒いですね。あ、なるほど、はい、結構ね最低ですね。最低やけど最低ですね。まあ、今日の店長も結構こうあの色黒な感じなんですけど、いや、そんなことはないでしょ。そんなことない、いや、認めないですね。認めない、色が、あ、ヒサロには行ってない、大丈夫、行ってないよ、あ、行ってない、そんなところにはなるほど、まあ自分の方が黒いってずっと言ってたんで、まあ今日はブラック主義にしますかってことで、多分腹も胸も黒いと思いますので、ね、あ、マイクとか見えてますこれ。あ、マイク、あ、マイクね、マイク見えないよ。あ、マイク見え、あ、同化してるねこれね、色一緒やから、はい、それ黒いか、色が一緒やから、そうやね、黒い、ブラック主義っていうふうにね覚えていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。じゃあブラック主任に早速重曹の告知先やってもらおうかな。行ってブラック、なんかお知らせいっぱいあるって聞いてますけど、そうですね、まあ一個ずつね、じゃあちょっと落ち着いてやっていきましょうか。はい、腹も黒いブラック間違いないね、もうすでにバレとるな、汗が、汗が緊張した汗が、そう、汗も出てないやろ、大丈夫大丈夫、はい、何言ってんの。ちなみにね1月8日これは何が行われたんですか。まあ、そうですね、今年新年初の、まあ、はい、地域一番の新大入れ替えとなってまして、新大入れ替え、なんと、はい、ゆうぱちコーナーもねレイアウト変更というふうに書いてますけど、そうですね、はい、まあ、こちらのたくさん機種が、もう先に先のされているということで、はい、まあ、あとちょっとねずらっと見せていただきましたら、まあ新大もしっかり、まあ、あとは4円のね、まあ、ちょっと古めの台にもなりますけど、まあ、あのお客様の指示を得ている台をまたあの入れたのかなという感じがあるんですけども、はい、1パチもだいぶあれですね、1パチもガラッと変わりましたから。なるほど、もう世界が変わりました、世界変わった早いな、すごいな、重曹から世界変えた、世界変わりますからね、素晴らしいですけどね、来てもらったら分かりますね、はい、まあ先のですので、まあ、大体11日とかね12日回転の台が多いんですけども、ねね、はい、まあ、新台目当たの方は11日12日に来ていただけたらなという感じですかね。はい、はい、ぜひぜひ、1パチも、ラインナップねたくさんありますので、あと、スロットもあれかな、入ってるのかな、スロットも入ってますよ、戦国乙女が入ってます、戦国乙女ここらは乗ってないんですけどね、はいはい、
あの向こうにありますわ。あ、向こうにある。向こうの方にあ、ね、ちょっとスロットコーナー向こうですけどね。スロットコーナー向かう。はい、スロットコーナーもね、結構あのバラエティラインナップね、たくさん、取り揃えておりますので、まあ、P ワールドを見ていただけたら分かるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、あとなんかこれ、ね、右側にちょっと重曹で遊ぶということで。重曹で遊ぼう、みんな。ねえ。いや、駅近いんで遊びに来やすいんじゃない？はい、そうですね、はい、全然来ていただけたら嬉しいですね。そうですね、はい、いや駅から本当に走って、まあ、10秒で行けると思うんですけどね。こけたら何秒ですかって言ってますけどね。こけたら15秒。早立ち上がれってことですね。5秒ロス。そうですね、こちらは1月10日ということでね、はい、まあか10時オープンは変わらずという感じになっておりますので、はい、まあ週末連休ね、ちょうど3連休になるのかな。そうですね、9、10、11と、はい、いや皆さんね、ぜひ重曹店遊びに来ていただけたらと思うんですけども、ちなみに混雑防止のために整理券も配布しておりますので、はい、あ、なるほど、もらいに来ていただけたら。これは、カウンターでまたお声掛けしたらいいのかな。もうスタッフ、どこのスタッフでも言ってもらったら。なるほど、じゃあ、はい、このブラック主任に言っても大丈夫ですね。全然大丈夫ですよ、はい、すぐお渡しに上がりますので、はいはい、整理券取りに来ていただけたらと思いますね。お願いします。あと、11日かな、はい、これは大阪府の合同ですね。32店舗合同の、毎月ねやってる、やつですけどもね。そうですね、まあ、レインボーの色の、そうそうそう、はい、残念ながら今ちょっとポスターなかったんですけど、ポスターちょっとなかったんですけどね。はい、はい、ぜひ祝1周年ですからやって。なるほど、はい、そうですね、結構長い間、まあでも1年なのか、まだ1年、そうですね、はいはい、まあ、でもだいぶ認知されてきたんじゃないかなと思いますのでね、はい、ぜひこの放送を見てる人はもう重曹来てください。もう他の北節とか行かなくていいんで重曹来てください。そうです、何でも止まりますからね。そうですね、何でも止まりますね。何でも止まるよ重曹は。そう、ね、確かに確かに、まあ、でも梅田から本当一駅なんでね。そう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 、私的には通勤すごい楽やなと思ったんですけど。通勤も楽やしも、はい、全然遊びに行きやすいんで、はい、重曹って来てくださいね。原黒店長この人ですか、ね、ちょっと待ってください。誰それ、もうやめてください。ちょっと言われてますけどね、ちょっとなんか先輩っぽいね、ちょっと敬語言いましたけど、ね、あ、怖い、はい、じゃあ梅北行きますって。あ、梅北よりでもあれですよ、こっちの方が近いと思うよ。梅北パチンコは打たれへんで、ね、そうそうそう、梅北はスロ線やから、ね、そう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 、パチンコ好きな方はこっち、そうそうそう、まあ、スロット好きな人もこっち来てください。そうそう、スロットもええよ、ええよ。まあ早速バジとかねありました。あるあるある、花火もありましたね、ぜひ。はい、来たって言われちょっと焦った。ドキッとした。せっかくやってんのに。そう、東に負けてられへんね。負けてられないです ね、はい、ね、東には負けないんで、はいはい、今日も一緒に会議来ましたから。仲良しか。仲良しですよ、仲良し。まあね、同年代やからね、はいはい、みんな仲良しですから、はい、そうですね、ぜひ重曹店遊びに来てください。よろしくお願いします。ぜひお願いします、お願いします。はい、ということで、騎士なんですけどね、まあ、いろいろラインナップあったんですけど、まあ、重曹店、まあ、ガロ結構大量に入ってるということで、まあ、ガロ魔界の花と、まあ、その後ろにある、まあ、エヴァンゲリオンも同じ台数なのかな。うちのメイン機種になりますね。そうですね、もう入り口入ってすぐですけども、二大巨頭ですから、ね、そうですね、まあ、こちらをちょっと今日は、はい、お二人に頑張っていいところをね、台のいいところとか、まあ、連チャンとか、ね、見していただこうかなと思ってますので、はい、頑張っていただきたいと思いますね、うんうん、はい、はい、じゃあ、どっち行きます、エヴァかガロか。ブラック主任がガロ打ちたいみたいなんで。あ、ガロ打ちたいの、はい、今日は僕がガロ打ちます。あ、そうか、はい、分かった分かった、おいってなってます。レバー打ってください。ガロス。いや、もう僕打つんで。はい、すいません。すいません。すごいね、独断と偏見で決まりましたけどもね。レバー打ってもらって。はい、まあまあ、どっちでもいいですけどね。はい。栄養笑ってますけどね。うん、はい、じゃあ、エヴァとね、はい、ガロー魔界の花と、はい、じゃあこの議題でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、大移動お願いしますね。はい、大移動しよう。ちょうどね、ガロ打つで俺。じゃあエヴァで、うん、あ、ブラック主義結構渋々な感じですけど大丈夫ですか。いや、ガロ大好きなんですけど。ああ、残念でしょうね。でしょうね、分かっててやったねこれ。僕も好きですからね。ああ、なるほど。でもガロでよかったやん、2台とも。いや、もう、ガロで、はい、これも打っていっていいんですか。音がね、多分ね、大きいと思うんですよ、台の。ガロは4ぐらいでいいかな。4ぐらいでいいですか、はい、エヴァは3か2ぐらいでいけると思いますね。3か2ぐらい、はい、いきますよ、はい、じゃあ、見せたもん勝ちですのでね、いいところ、見せていただきたいと思いますので、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。それでは佐藤、まあ、なんかいい演出とかね、ちょっと当たった時はカメラに向かってガッツポーズとかもらえたら、こっちみんなっていうね、コメントがたくさん来ると思いますんでね、はい、任して任して、頑張ってください。もうすぐ当てるから。あ、すぐ当てる。じゃあちょっと期待してますんでね。すぐ当てますよ、サクッと。サクッとね。ちなみにもうお二人は最近うちに行ってるんですか。僕はね、この前ももうコテンパにやられてますからね。ちなみに機種を聞いてもいいですか。ガロです。あ、ガロで。
あ、魔界の花？魔界の花。ああ、なるほど。もうひどい。ひどい。じゃあ何ユキチぐらい持っていかれたんですか？いやもう6ユキチぐらい行かれましたね。あ、ストレートで？ストレートで1000までハマって単発で、はい、もう結構懲りた感じですね、これね。やばいやばい、もうこっちみんな、出たさっそ来ました、ありがとうございます。サンサン、はい、あ、店長イケメンですねと言われてますけど。え、ほんまですか？店長イケメン言われてますよ。それ、誰が言うてんすか？え、身内これも身内ちょっと詳しく詳しく、あ、女子かもしれないよ。女子ね、結構最近多いからね、女子見てる人。あ、ほんまですか？多いですよ、女子見てる人。期待したいですね。そうですね、はい、ダメクスターの女子に期待したいですよ。皆さんおばんです、今日も山形から見てますってことでね。こんばんは、ね、最近いろいろね、地方から見ていただいてる方もたくさんいらっしゃいますので。ありがとうございます。ありがとうございます。山形から来てくださいね、ジュースに。そうですね、まぁ、あ、ちょっとね、山形今寒いんでね、結構雪とか大変だと思いますけどね。そうですよ。まあ、もし大阪、来られる機会ありましたら、ぜひ重装店も遊びに来てください。ぜひ遊びに来てください。はい、お待ちしてますんで。今来ました、皆さんこんばんはってね。こんばんは。こんばんは。重曹ですか。まあこれ重曹って読むんですよね。はい、重曹。はい、痛みでも、あ、痛みでもやってってことでね。あ、痛みてね、また行く機会あるかもしれませんけどね。痛みですか。痛みね。痛み店。痛み店は全く行ったことないからね。痛み店はあれですよ、はい、僕のあれですからね。僕のあれ僕の上司が店長を今されてます。あ、そうなんですか。そうです、安島店長ですね。あ、安島さんか。はいはいはい。前北摂のね、店長もされてましたね、確かね。茨城の元店長です。そうやわ。多分店長集結一回出たんちゃうかな。出ました出ました。ね、なんかあのイケメン店長って言われてたような気がする。そう、行ってました行ってました。ゴルフが上手な安島店長ですよ、ね。そう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 。え、わかつってね、店長なぜ片言なんですか。いや、片言じゃないですよ。ちょっと誰ですかね、はい、それ。皆さんこんばんは。確信犯がおるの、確信犯が。確信犯だ。あ、ちょっと待って、あのブラックさんちょっとチャンスちゃいます？そうですね。はい。いやもうブラックはチャンスじゃないから。ブラックはチャンスじゃないの。ブラックはこれが見せかけ、見せかけだだけ。一応赤チャンス名来てましたけどね。え？マジで？ただちょっと保留が弱いかな。いや絶対熱いやん。僕のあれってね言われてますけど、A 背景とかネクストクレバーですね。あ、ゲジさん行きましたよ。ちょっと待ってよ、それ背景黒とかじゃない？大丈夫？背景黒はまだ。背景黒って本当？あね、あ、ゲジさん行きましたね。モル変化。あ、でも金、あ、金ですね。あ、金やね。あ、黒や、黒、黒。黒やね。これ当たりましたね。黒だった。あ、もろた、これ。もうもらいました。ちなみにこれマックスタイプですけどね。え、嘘、まあ、これ99分の1とかじゃない。あ、まで次回。嘘。あ、でもレイ背景とかちょっとなさそうですね。エヴァンゲリオンやっぱりレイ背景とね、役物来ないとちょっと熱くないかな。レイがいりますよ、レイが。レイいますね。あ、ナイスね。あ、もうダメですね。はい、アタッカー開くまで信じてないのか。お疲れ様です。早いな。ちなみにブラック主義、エヴァンゲリオンシリーズは打たれたことありますか？いやエヴァンゲリオンシリーズあんま打たないんですよね。そうなんですか、はい、まあね、もう10作目ですけども、はい、結構ね、人気あるコンテンツですけどね。打たないんですか？あまり打たないですね。そう、うちのヒット主任がガロしか打たないですね。あまり機種を網羅してない。なるほど、あ、重装艇のメイン機種でもあるこの機種は。カリスマ性が、そうですね、カリスマって聞いたんですけどね。いや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 、そんなことないです。あ、そんなことない、はい。まあ、これはちょっと弱いかなって言われてますけど ね、一応銀次さん来ましたけどね。いやでも金外したらもう絶対あかんで。あ、金外したらあかん。もう黒しかないで。黒しかない、黒って何。黒やと思うわ。あ、まあね、一応カットインがね、 AT フィールド全開だったらちょっとチャンスですけど、普通かな。はい、大阪人は13を重曹ってみんな言えるのか恐ろしいと言われてますけどね。恐ろしいですか。まあ13、普通には13やけどね。まあまあ地名は重曹、ね、ああまあそうかそうか、はい、言われてますね。こんばんは。13でいいやん。重曹って、ね、重曹って、重曹は違うね、はい、重曹はあのふくらしこですから。そうちょっと使いますよ。まあでもお掃除に使いますけどね、はい、腹も黒いブラックシューって言って、ある意味オールブラックスで、今日、あ、オールブラックスの日、今日はね。いや、ちゃ、オールブラックちゃう。オールブラックじゃない。じゃあ、はい、僕は白い。白い。白い、白いもちょっとおかしい。そうですね。今日は関東ボカロってね、どっちが早く出るかなってことで、まあ、まあ、江藤店長ね。まあ、僕でしょうね。大丈夫でしょう。もう当たりましたからね。はい。多分ね、普段のプライベートがね、ちょっといまいちな店長はね、ニコ生多分当たりやすいっていうジンクスあるんでね、大丈夫かなと思いますけどね。本当にいまいちですからね。ブラック主任、昭和ライダー風って言われてますけどね。間違いない、ね。昭和ライダー、はい、アマゾンかな、ライダーブラックかな、仮面ライダーブラックかな。そうですね。RX かな。RX かな。はい。ブラック主任、ちなみに、はい、今、おいくつなんですか？今、今年で28になります。28になる。はい、重装店勤務
歴は結構長いんです。そうです、アルバイトからなんで3年ぐらいですね。3年、はい、そうですか、はい、あ、では江戸店長と働いてたことはあるの。いや、ないですね、はい、初めてです。時期はちょっとかぶってなかったのか。かぶってないですけど、はいはい、あの高橋店長とは。なるほど、はい、凌介ね、はい、そうですね、一緒に働いてた。まあ今桜井店のね店長ですけどね。そうですよ、ちょうど年末の寝屋川みなみの配信にあの遊びに来てましたけどね。あ、そうですね、めちゃ、はい、めちゃめちゃして帰って、そうそう、ニコ生やりたいってずっと言ってましたけどね。はい、桜井からわざわざ来ていただいてね、本当に桜井からほんまに暇なんですね。あ、いやいや、まあ奥様とラブラブやからね。あ、はい、みたいですね、はい、本当もうクリクリか、どうにかなればいいのに。どうにかなればいいまあまあね、江戸店長ね、何かなればいい、会社説明会でいろいろほじくり返されてましたけどね。はい、今日もバチ絆で勝ちました、5連勝ということでおめでとうございます。おめでとうございます、5連勝すごいね。すごいね、あね、あの年明けてから結構調子いいのかな。こんばんはってね、マクロスフロンティア2のアマデジが打ちたいという人もいますけど。ありますよ、お、はい、もう入ってる、導入済み。これあれかな、じゃあ11か12日の回転のやつかな、ね、はい、はい、バイク止めれますかってことで駐輪場ありましたよね、近く。あります、あります、結構大きい駐輪場あるんで止めれるんじゃないですかね。す、はい、おばんです、この2人が顔も腹も黒いって言われてますけど、ね、腹は黒くないぞ私は。はい、重曹は前ジージがいた店ですかってことで、麻酔店長は多分重曹はいてなかったと思うんやけど、いらっしゃらないと思います、ね、そうですね、麻酔店長は今服と茨城サイトかな、あと奈良って言ってましたけどね。そうですね、はい、じゃあ梅北で、じゃあ伊川谷行きますって言ってますけどね。ちょっと待って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 、だいぶ遠なりましたけどね。おかしいおかしいおかしい、ちょっと待って、今チャンスやわ。あ、チャンス来てます。ガロがゴーゴー言うとるわ。ゴーゴー言ってる。ガオガオ言うとる。ガオガオ言うてる。ほら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 、言うとる言うとる。あ、言うとる。あ、一応酒読み来てますか。酒読み来てますね。あ、ストック。当たりましたね。嘘。おめでとうございます。早いな。いやもうこれ、あれ、あかんわ。弱い。うせやん。まあ店長結構。こっからエンブレムが押してくるから。あー。あ、押しとけへんわ。全然あかん。押しとけへん。何やねん。詐欺やん。詐欺や。落ちてくる詐欺言うてるけど。全然あかん。店長片言なんで顔でかい方に行きます。いや片言じゃないからね、顔でかい方で、あれ東さんやね、東さん顔でかいんじゃなくてあれやで、あの鼻がでかいやで。あ、はい、そういうことか。そうそう、和骨です。重曹ってどんなところですか。行ったことないけど泡のイメージが強い。え、あの泡っていうのはですね、はい、まあ俗に言うお姉ちゃんのお店ということですね。あ、はははは、はい、いや、まあ、そう、知らねえ。それもしっかりかな。しっかりですかね。まあ、でも、重曹、ディープな街ですね、本当に。あ、ほんまですか。はい。私もちょっと南、大阪の南の方なんでね、あんまりこっちの北の方は行かないので、あんまり重曹知らなかったんですけど。あ、そうなんですね。まあ、今日ちょっといろいろうろうろね、してたら、まあ、濃い街やなと思いましたけど。まあ、でも近くにね、ドンキホーテあったりとか。ドンキホーテありますよ。そうそう、ラーメン屋さんいっぱいあるし、居酒屋もいっぱいあるしね。なんでもありますからね。まあ、そういう、お姉ちゃんのお店もあるし、何でも泊まるし、そうそう、何でもあるよ。いやでも重曹人が多いですねやっぱりね。あ、そうすか。飲み屋街やからやっぱ多いなっていうイメージはありますね。酔っ払いの方とかも結構いますね。酔っ払いの方、確かにさっき言った、うん、ちょっとちょっと大変な、ね、商店街で喧嘩始まってましたけど、ね、そう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 、たまにありますから、うん、ちょっと何血気盛んの街かなって感じですね。お酒の力入ると怖いですね。そうそうそうね、もう皆さんも気をつけてください。ずっと下皿が満々です。なんでや。ずっと下皿が満々になってますね。ちょっと玉を抜いてください、ね。玉はないぞ。玉がない。ちょっと後ろ詰まってるかな。後ろ詰まってるのかな。ちょっとどうしますか、ね。エヴァンゲリオンのカメラだけにしときましょうかじゃあ。はい。多分ね。おカリスマ主任がちょっと動こうとしますけど。いやうちの筆頭主任はもう。はい、大丈夫。じゃあちょっと今エヴァカメラにしてますね。ジージ好きなカエルのスロットありますかってことで、カエルのスロット誰かな。パルサーとか。パルサーありますよ。あ、ジュースある。うちの人気機種ですよ。 あるって皆さん、ぜひパルサー好きはジュースを来てください。何でもあるでしょう。わらわら、漆黒ガロがエヴァ打つんですかって。漆黒ガロやってます。牙ね、牙ね、はい、今日は罰ゲームありますか。まあこれはもうお二人の成績次第かなと思いますね。こっちみんなそういう感じですか。はい、こんばんは、今来ましたってね。ジュースでもローテに入ったんですかってことで、一応金曜日はね、北摂と淀川が一応バックアップで入るっていう風には聞きましたけどね。そうなんですよ、スポットで一応入らせてもらうということで、はい、そうですね、はい、全然、まあ、もしくはね、三国とか新大阪とかも一応お仲間になったので、そうなん、まあ、その辺も、巡っていくのかなって感じですけどね。まあ月1ぐらいちゃいますか、淀川は。そうですね、
はい、メインはね北節なんで。そうですね、はい、店長イケメンかもしれないと言ってますけど、それでいい、それでいい、それでいい、もうそれでいい、はい、魔界の花は森口で ST する高井田の1パチで5連しましたってことで、おこの人は巡ってますね、駅コーナーをね。じゃあ次はジュースを来てください。もちろんもちろん来てくださいよ、はい、店長イケメンですね、26歳男より。なんて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 26歳男と言われてますけど、ちょっと絶対身内やん、身内これ知ってるやん。はい、店長が交通費くれたら、福島県からまた行きますって言われてますけど。交通費か、交通費その分ちょっとうちで売ってほしいですね、遊びに来てほしいですね。そうですね、前腹痛治りましたかってことで、腹痛とね、なんかもう腰痛とかもあってね、ちょっと最近大変なんですけどね。腰痛はね、本当に大変ですよね。そうそう、大変ですね、腰痛は。ブラック、はい、ブラック腰痛大変やね。めちゃめちゃ大変です。あ、腰痛持ちなんですか、ブラックさん。いや、もう腰痛持ちなんてもんじゃないですよ、もう。勘弁してほしいですよ。あ、いやいやいや、勘弁してほしいで。1週間ぐらい動けなくなりました。あ、ぎっくり腰？ぎっくり腰です。あら、いや大変です。まあね、店員さんはね、結構、まあなんていうの、まあ重装店はね、拡大係数機なんで、そうですよ、あの拡大係数機、はい、働きやすいですけども、まあ玉積みのお店やっぱちょっと大変かなと思いますけどね。はい、プレミアムアップモードってね言われてますね。床で滑って腰が言うて、あ、床で滑ったの？何がそれ言うて、いやー危ないね、でも床で滑って踏ん張ってぎっくり腰になった。あ、それは危ない。あの ふとしたね、自分のような予想してない動きですから。そうですね、あ、そういう時になりやすいよね。昨日ちょうどあの西淡路店行ってきたんですけどね、はい、それね、下新城の駅で降りたら、はい、なんと階段しかなくて、うわエレベーターとエスカレーターが一切なかったんですよ。うちの機材結構重くて、はいはいはい、それを階段降りた瞬間また上がるっていうね、ちょっときつい罰ゲーム食らっててね、はい、まあ、それで今日朝起きたらめっちゃ腰痛くて、あ、もうそれぎっくり腰ですわ、やばいと思って。1週間動けへんやつ、一応動きましたけどね。動きました。あ、よかった。そうそう、いやでも重装駅はちゃんとあのエレベーターあったんでよかったです。全然あかんやけどね、これ。ガロがちょっと動きないですね。ガロ動きないな。前前重装店の皆さんこんばんは、愛知県豊田市から見てますってことでね、ありがとうございます。ありがとうございます。前前痛み店来たら隣の餃子屋めっちゃうまいから行ってみてねってことで、じゃあ痛み行くことがあったら行きます。はい、痛みね、はい、店長店内で指鉄砲でバンってやったら倒れてくれますかって。もちろん倒れますよ。あ、じゃあちょっと皆さん死に来てくださいね。死に来てください。はい、指鉄砲ですか。指鉄砲でこれでバン、まだまだあれすごいうっとかやられ方しますね。そうですね、コテコテの関西人みたいになってますけどね。びっくりですわ。はい、愛知県豊田市に住んでるから重曹は遠すぎていけませんと言ってますけど。あ、そんな悲しいこと言っちゃう。まあ一応愛知県だったら名古屋まで出てもらって、名古屋から近鉄電車乗ってもらって、はい、難波からあれですね、梅田に乗り換えてって感じですかね。無理は言われへんやつやな。はい、絶対、あ、また遊びに来てくださいでもね。無理は言われへんやつやし、また下から我慢して。え、吉明元気、ちょっと誰や吉明元気。いやちょっと待ってください、それ絶対あれですね。しかも漢字合ってますね、これ。ちょっと完全にやってます。しかもまた下からが満帆って言うの。おっと、こんだけ下から満帆やねん。いや、忙しいな。忙しい、忙しい。ちょっと大丈夫、はい、言うこと聞いてや。元日、大丈夫？大丈夫です。元日にガロって単発3連射からの2連とかもう絶対打たない。いや、この人はちょっとあれですね、ガロちょっと相性悪い感じですね。僕も同じですよ。そうですね。ガロ保留みたいという人もいますけどね。あ、やりましょうか。あ、ね、あの、激アツ保留みたいですね。あ、じゃあちょっとやってみますね。ちょっとやってみます。まあ、サクッとね、出していただけると思います。ちょっと待ってくださいね。はい、プレミアモードで大枠レインボーにならないと大体外れやでってことで、エヴァンゲリオンね。そうそう、エヴァンゲリオンはね、みたいですよ。ダメでしょ。ダメ言うたか。もう売ってる人がダメですからね。あ、そっか。いやまあでも今日指名したまで。あ、そうか。はい、せや、いや、それはもううちの筆頭主任出さんと誰出すねんいう話ですから。まあまあカリスマ筆頭主任ですからね。いや、もうだいぶすごいですからね。だいぶすごい。本当に感無量ですわ。感無量なんや。もう嘘。いや、その辺の武勇伝ちょっと聞きたいですけどね。もう動きが見えないんですよ、黒くて。黒くて黒くて早くてじゃないんや、黒くて見えない。もう夜とかもう全然見えない。見えない。どこにあんの。それ危ないで、ね、大変やけどね。たまにぶつかりますから。危ない、それは。そうそう、危ない危ない。前面初打ちしたってことで、いやごめんまだ行けてないですね。まあもうそろそろちょっと行きたいですけどね。忙しいですね。はい、
こんばんは、明けましておめでとうございますってことでね、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。江藤君、吹田店の西田です、頑張ってちょ。もろ名前言うてるよ。ほんまにこれ。もろ名前言うてる。昨日ね、あの西田店長出ていただきましたけどね。あ、昨日ですか。昨日西淡路と一緒に出ていただいて。はい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 、あの女性の好きな仕草っていうので一人だけうなじって書いてましたけど。年齢層がぐっと上がったって言われてました、ね、リアルなやつやん、ね、そうそう、店長じゃん、ここにも鈴木店長がいた、ね、西田店長と仲良くさせてもらってますからね。そうなんですか。そうですよ、西田店長面白いですよね。面白い面白いです。もう最初なんかシャイやなと思ってたんですけど、最近ちょっとニコ生慣れてきたのか分かんないですけど、あのちょっとこうね、キャラがこう崩壊してきてる感じはありますけど。そうですね、だいぶド天然ですからね。そうそう、ガーリンガーリンって言われてますけどね。ガーリンちゃんですね。マイマイが正社員なところが泡のお店って、ね、言われてますけど、マイマイ正社員じゃないけどね、いろいろエロエロウロウロしてたんですかってことで、まあそうね、ウロウロしてたね。キコーナーはびっくりドンキーの近くに建てる風習があるんですかって言われてますけどね。その風習はない。まあでも一応高井だと、ネアガミナミと、あともう一個、はい、確かびっくりドンキーの近くやったんですよね。マジっすか。はい、しかも高井田のびっくりドンキーは5時までやってるっていうね、朝5時まで。もしかしたらあの向山店長とかね、ウェスカーとかたまにいるかもしれませんけど。行ってるかもしれないですね。そうそうそう、挑戦的ですね、びっくりドンキー。そうですね、いや羨ましいけどね。千里もちょっと行ったらありますけど、ね、そうやわ、びっくりドンキーあるわ、そう考えたら狙っとんのかもしれない。狙ってね。もしかしたら狙っとんのかもしれないみたいですよ。まあでもジューソンじゃないわ、千里ね、確かエディオンも確か最近できたような気がするんですけどね。え、なんすか、なんすか。エディオン、ああ、はいはいはい、家電のね、結構大きいところが、そうそうそう、できてた。店長に質問なんですけど、はい、重装店に導入されてる台で一番香ばしい台は何ですか。香ばしい、まあ、古い台とかちょっとこうマニアックな台とか。マニアックね、うん、そうやね、まあ、うちでもまだ009のライトミドルとかありますよ。もう2年目突入ですけどね、あの台もね。もう3台ありますから。今日、10時ごろ重装ついたんですけど、はい、3台とも待ってましたけどね。そうですよ、はい、私も好きな台なんで、はい、あれは残ってるのは嬉しいですけどね、個人的には。まだまだ頑張ってますよ。頑張ってる。だいぶ香ばしいですよ。あと海シリーズも結構多いですよね、重装店。海も結構豊富ですね。ですね、はい、好きな方が多いんでも。そうですね、結構カップルというか、夫婦で来られてる方多いですね。そうですね、このお店ね、カップルも、まあ、夫婦もそうですね、うん、結構いますね。なんか多い印象がありますね。パチンコもスロットも夫婦いますからね。あ、そうなんよ、いいですね、なんかね、ありがたいことに、ほのぼのしてますね。そうなんですよ、はい。皆さんこんばんはーってね、こんばんはー、こんばんは、腰痛悪化させてブロック注射打ってもらって働いてたことあるよってことで、これ結構ひどいね、うん、ぎっくり腰は辛い、2回やってるってことでね。いや癖になるからね、皆さん気をつけてくださいね。はい、店長かっこいい。誰やろう。誰、店長かっこいいって言われてますけどね。ほんまですか。はい、加古川のキコーナーの稼働率がいまだに高すぎる件って言われてますけどね。加古川はね、もうお店も大きいですからね。そうですね、はい、もう店長とも仲いいですからね、私は。あ、そうなんですか。はい、店長です。もともと一緒にちょっと働いてたんで。そうなんですか。茨城で。あ、なるほど。そうなんですよね、加古川もね、でっかいお店ですけど、まあ、いつかね、なんか行く機会あればね、ちょっと見に行きたいですけどね。そうですね、なかなか面白い方ですよ、ね。はい、店長はいつもホールいますかということで。まあ朝とかやったら結構いますけどね。お出迎えしたりとかね。そうですね、はい、もしね、店長もしお声かけたかったら、まあカウンターとか出てもらったらね。うちまで全然飛んでいきますからね、事務所いますからね。スライディングしていきますよ。スライディングかい。階段危ないけど、ね、階段危ないけどね、はい。京橋在住ですから重曹行かなくても今服や鶴見に行きますって言ってますけど、ね、いやちょっと待って、京橋からまあまあ重曹も近いと思うけどな。いや聞いてみたらいいんじゃないかな。そう駅近なんで一回聞いてみたらいいんじゃない、はい。あ、一昨日ガロ保留出たよという人もいますけどね。すごいね、当たったんかなこの時はね。いや当たったでしょ、ガロ保留はもう鉄板ですからね。はい、お初です。だいぶ前にはツロクライターも何度ももらいに行ったものです。その説はライターごときにあんなに親切な対応ありがとう、今でも大事にしますってことで。あ、これリスナーさんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ遊びに来てくださいね。ぜひ、はい、来てください。こんばんは、今日は重曹なんですね。夏以来行ってないなってことで、じゃあまた冬になったんで来てください。夏来たんですね、らしいですよ。来てたんですね。今日あれかな、江藤店長になった時かな、じゃあ夏だったらね。夏、そうですね、僕6月なんで、もう半年経ったということでね。半年経ったんでね。早いね。早い
いもんですよ、ほんまにもう。あれですね、会社説明会の時がまだ成り立てかなんかでしたよね。そうです、そうです、そう考えたら早いね、そのあたりかなってね。こんばんは、皆さんはじめまして、初ニコ生ですってことで、ありがとうございます。こんばんは、初ニコ生、ね、金曜日は割と落ち着いてるんで見やすいかなと思いますけどね。落ち着いてますよ、はい、結構他の曜日はわちゃわちゃしてるんで、ゆっくり見ててください、ね、はい、金曜が一番いいです、金曜は一番まったりしてます。そういえば帰省して気候内行って、まあまあ勝ちましたよってことで、おめでとうございます。おめでとうございます。この人はどこの気候内行ったのかな。重曹はトイレが2箇所あっていいねでしょそういうアピールポイント来たよ。そういうことなんですよ。なるほどね。それ推しやったんやね。それ推しかそれ待ちやったんやね、はい、あ、東京住みだから蒲田にも行ってますってことで、まあまあ東京住みなんでね、蒲田はいいと思いますよ。ありがとうございます。こんばんは、今来ました、当たってますかってことで、当たってますよ。ちょっとあれですね、ちょっといろいろ演出来てますけどね。気持ち当たってますけど、ね、気持ち当たってる。ガロはちょっとまだちょっとお眠な感じですね。そうですね、ビビッと。神戸済みなので神戸に行きますということで、まあ、神戸近いよね。いや神戸からもすぐ来れますよ、住所やったら。まあ確かに、あの阪急乗ればすぐです。そうでしょ。あ、私も、あ、ワイも夏ジュースを行ったよ、ウサギのお店に行きましたってことで、それもううちの店じゃないやん。そうそうそう、じゃあウサギのお店の前にこっち来てください。そう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 、重曹は何回か行ってますって、スロガワにいた店員さんにイケメンがおった。誰やろう、誰、重曹ってどうなんすかね、イケメン あの店員さん。いや、もううちの筆頭主任からもうイケメン多いですからねすごい ね、江藤店長はもう筆頭主任推しですからね。いや、もう大絶賛してますから、ね、大絶賛。いや、それはね、動きがもう黒くて見えないって言ってましたけど、そうそうそう、黒くて見えないからすごいね、黒子かなって感じですけど、ずっと呼んどかなあかんからね、ほんまやね、ビビッと外れた。どこおんの、どこおんの、そうですね、しれっとビビッと外したけど、まああえて触れないでおきます。え、ビビッと外したん。外しました、はい、嘘。確かでも枝天のビビットはそこまで熱くなかったような気がするんですけどね。いやでもビビットなんか出んでしょ。出えへんかな。あ、痛み気コーナーでまあまあ買ってきたってことで。お、安島店長とかかな。結構痛みおるな。そう、痛み押し多いな。結構おるな、ね、店長かっこいいと、ね、ありがとうございます。誰店長かっこいい、店長かっこいい、誰誰誰誰、はい、堺出身です、ありがとうございます、ありがとうございます。重曹済みだけど梅北行きます。ちょっと待って一番近いやん、そこは一回寄ってみよう、遊んでよ、はい、重曹で遊んでください、遊んでくださいよ。仙台に住んでるので行けないから仙台店作ってください仙台店、仙台店、まあでも仙台もね、もうちょっとやからね、あの今ちょうど茨城県かな、そうすね、まではお店拡大してるからね、からもうちょっと行けば仙台しちゃおうかなと思うんですけどね、まあ、よっちゃんかっこいい、え、なんでよっちゃんかっこいい、よっちゃん、ちょっと待って、よしあきのよっちゃん、絶対あれやわ、あれあれ誰やろ身内身内や、身内っぽいな、これ身内ですね、よっちゃん、お疲れ様ですとりあえずお疲れ様ですっていうとこ、これあれなんですか、よっちゃんって呼ばれてる人いるんですか。いや、よっちゃんはおらんすねでもよしあき、でもさっきのよしあきは本人っぽいけどね、なんかね、身内っぽいけどな、誰やろ誰やろ、いや謎やな、謎っすね、もしかしたら安島店長かもしれない、マジで身内多いな、うん、いや、どうやろう、実は遥か昔に会員カードを作ったままなんですよ、はい、新しいカードにしてないんですけど、今さら更新とかできるんですかって言ってますけど、できるに決まってるじゃないですか、あ、できる、それができます、まあ、一応ちょっとね、あの問い合わせというか、お店に来ていただいてね、ちょっとカード見していただけたらなと思いますけどね、ぜひ来てください、まずは来てみないと話に始まりませんから ね、バイクで重曹を通り抜けて豊中の方へ行きます、ちょっと待ってあ、まあまあね、豊中も近いけど重曹来てください、重曹駐輪場ありますよ、でかい駐輪場、そうですね、あの前来た時はなかったんですけど、そうですよ、今日来たらあのできてたからびっくりした、でっかい駐車場ですよ、まあでも重曹店はね、そういうあの自転車で来られる方とか多そうなんだよね、バイクとかね、まあもう結構いますね、うん、いいと思います、はい、重曹店は打たれてない人が休憩所で座ってる時が多いんですけど、あれはどうにかならないですかって言ってますけどね、あのちょっとすぐ改善します、そうですね、まあ、その辺はちょっとお客様とご相談ということでね、たまにちょっと寝てる人いるんでね、あ、確かに確かに、酔っ払って寝とる人おるんで、あ、まあまあ、なんか飲み屋と間違えてるのかな、分かんないけどね、ちょっとほんまに起きないんですよ、起きない重曹は宮古ラーメン行ってネギ焼き山本行ってから気候内行きます、これ完全に、いい完全にあれね、重曹済みやね、ほんまに、そうですねはい、知ってますね、重曹にはネギ焼きを食べに行きました、ああ、いいじゃないですか、ネギ焼きね、有名なのかな、有名ですよ、あれ結構有名ですよ、美味しいなのね、常にパンパンですからね、じゃあ気候内行って休憩取ってネギ焼き食べてまた重曹で遊んでもらったらなと思いますけど、そうですね、いい、それでそういう、ね、それでいいです、はい、それがいい、はい、それがいい、だからそれがいい、花のケージみたいな感じ、早く福島県にも作ってほしいなと言ってますね、福島
もうちょっとやね、茨城行かれた、もうちょっとやな、はい、福島よしあきこっち向いて、こっちみんな、それ分かった、西田店長やと思う西田店長、西田店長よしあきっていうの、多分そう、よしあき言われてる、いやもう絶対せよ、絶対せよ、重曹は阪急で8駅もあるからモノレールで斎藤行きますまあまあ斎藤もね、大阪モノレールで行けるからね、そうそうやね、はい、まあでも阪急衛星の方は、重曹がいいかな、そうですよ、モノレールももう僕が止めますから、止めるんや、重曹で止めるんや、うっって止めますから、いやすごい力持ってるな、もう任せてくださいよ、さっきから店長かっこいいってコメントあるから見たいからこっち見てくださいって言ってますけど、はい、もうちょっとあれかな、フレーム寄れるかな、いやでも絶対これ多分身内ですわ、身内かな、もう僕が言われたら嫌っていうの知ってるんですよあ、そうなんや、そうなんですよ、これ身内って言うかね、店長かっこいい、多分出たれ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 、明日は確実に神津島行きます、確実に確実なんや、10日来てよ、その代わり、ね、じゃあ重曹来てね、10日来てね、はいはい、今日はいいけどね、明日来てね、そう、今日明日来てね、芦屋済みなんで条例ぶっ壊して気候な作ってくださいまあ芦屋はねちょっと作れないんですね、確かね、あ、そうなんですね、そうそうそう、確かそういう、 こう景観とかそういうのが厳しいから、芦屋はねダメやったはず、あ、そうなんですか、店長かっこいい、過去女子ですって言ってますけど、いやもうよっちゃん、よっちゃんかっこいい、絶対女子じゃないやんよっちゃんかっこいい、いやもうよっちゃんやめてくださいね、重曹、なんて読むの、十三点って言ってますかね、重曹点、重曹ね、重曹、隠し犯がおるぞ、どこかに宮古ラーメンのサワーがうまいって言ってます宮古ラーメンね、ちょうどここあれかな、高架っていうかくぐり抜けたところにありましたけどね、宮古ラーメン、そうそうそう、ただこっち側にも花道とか三方面とかいうラーメン屋さんもありますから、そうそうそう、角っこね、私花道は地元にもあるんでちょっとね懐かしかったけどね、あ、ほんまですか、そうなんですよ、結構あるんすね、花道確か4店舗か5店舗あったはずなんですよ、新大阪とかにもあったはずなんでね、あ、マジっすか、そう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 、美味しい、私は好きなんですけどね、あ、もう僕らも結構行きますよ、結構遅くまでやってますもんね、行きます行きます、朝5時とかまでやってるから、ね、あそこのブラック主任がよく食べるんでねあ、ラーメン好きなんですか、ラーメン好きなの、ラーメン大好きですね、じゃあちょっとおすすめのラーメン屋ありますか、この辺、この辺ですか、まあいっぱいありますけどね、まあ、ラーメン屋重曹来たらやっぱまああれですね、バッコシとか、ほーめっちゃ美味しいですよ、あ、そうなんですか、はい、へー、バッコシね、何味、何味、豚骨ですわ、あ、豚骨か、豚骨です、豚骨、美味しそうですね、ネギネギ言うからカモ食べたくなってきたやんけってねしじみラーメン食べに行きます、あ、そこもうまいですね、あ、そうなんや、これもお店あるんや、しじみラーメン、あるんですけどめっちゃ並びますね、あ、そうなんや、一回テレビ出たんですよね、あ、そうですね、結構有名多いですね、重曹でも割となんかグルメ番組出てますもんね、なんかお店、ね、巡りとかね、魔法のレストランとかで、ね、よう出てますけど、美味しい食べ物屋さんが多いんですよ、そうそうそう、はい、ここは当たりますよ、あ、来る、ほら、ほらね、あ、エンブレム来た、あ、よく見たらこれ画面見られへんからあかんあかんあかん、普段、はい、普段と同じことしとったねえ、だろうって重曹、重曹、富、重曹ってやってますよね、重曹って一応重曹です ね、 重曹だからね、まあでもちょうどね、この90、11かな、恵比寿神社、恵比寿さんがあるから、あれ富って読むんですね、重曹って書いて、そう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 、富、富恵比寿って書いてましたね、そうですよ、こっちみんなってね、重曹で買ったら居酒屋行ってオカマバーでカラオケしてます、また海で勝たせてくださいって言われてますんでね、ぜひ気候の遊びに行ってください、じゃああれ店長これちょっと弱いね、いや全然あかんすよ、だって待望 待望だったもんねえ、ガロちょいやつやったのにねって言われてますけどね、あかんあかんあかん、ダメやねこれはね、ガロホリ出さなあかんわ、これ重曹って美味しいみたらし屋さんあるとこですか、あーあーとあるんちゃいます、あ、ある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 らしいですよ、私ちょっとね重曹はねお店わかんないから、もうやっぱこのお二人の方が詳しいかなと思うんですけどね、いやもう店に来たらもう何でも教えますよ、もうそんなもんね、じゃあ、美味しいお店あったら教えてくださいね、はい、ぜひぜひ、はい、頑張れ関西気候だってね、ありがとうございます、この前カッコンカッコンしながら売ってたら大真っ黒な手で壊れたかと思ったらフリーズしてた、過去窓マギって言ってますけど、あ、マジですか、それやばいやつですこれはなんかオカルトっぽいね、寝ながら売ってたらフリーズ引いたみたいな、ね、でも真っ黒になってたってのはうちの主任じゃないですか大丈夫、あ、画面カットインした、画面カットイン、最近大阪で勝てないので相性のいい名古屋で実践する機会が増えたという人もいますね、まあ、この辺は土地柄とかもあるのかな、名古屋だって、まあ名古屋もねお店多いですからね、あ、見たいですね、まあ、またね大阪来る機会あったら来てみてください、
え、ジューシー店すっとぼけって書いてますけど、ジューシー店それもう14やん、それそうだね、14になってるね。重曹、粉かなんかですか、重曹ね、重曹ね、こっち重曹ちゃいますよ、重曹はふくらしこですからね、はい、そうそうそう、なんで3を曹って読むんかなで、地名の由来を教えてください、店長なら当然知ってるってやってます、任せてくださいよ、そんなもん。じゃあなんで、なんて言いました、なんて言いました、なんで重曹と3を曹って読むのって。あー、はいはいはい、それはあれですよ、漢字の読み方ですよえ、そういう意味なん。そう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 いやごめん、重曹の地名はちょっと分かんないんでね、多分あの、はいはい、あの地名決めるときに会議があったはずなんですよ。会議ちょ、13で行こうと思うと俺は、なるほどね、っていう人もおれば、いやちょっとそれはありきたりすぎひんかと、なるほど、っていうのもあって、はい、間取ってそうですねそれで多分会議は落ち着いたはずですわ。あ、なるほど、完全にあの江藤店長 あの独断と偏見です、ね、皆さん土方歳三みたいなノリやなって言ってますけど、土方歳三マジっすか、ジューシーハニーって言われてますけど、ジューシーハニーもありますよ、激アツやなこれな、ありましたね、ジューシーハニーあります、あります、ありますよ。店長のあだ名はありますかって言ってますけど、僕のあだ名ですか、なんか呼ばれてます、エトゥ、あ、やっぱりエトゥ、やっぱりそうだね、エトゥが多いですよね、え、これサッカー選手から来てるかないや、それエトゥやからね、あ、そうか、なかなかすごい選手ですけどねそうですね、はい、なかなかで、かなりすごいよ、そうそう、バルセロナおりましたからねそうそうそう、あれフランス代表じゃないのね、あの人フランス代表ちゃいました、エトゥって、どこやったかな、あれあれ、ブラジルちゃうわ、ブラジルやったっけ、あ、地名出てこなかった、サッカーね、詳しい人教えてください、サッカー詳しい人教えてください、重曹って最初読めなかったって言われてます、まあ普通は読めないよね、重曹なんですね、これが実産けど、スズメバチカレーも食べに行きます、これめっちゃ辛いやつかな、もしかしてスズメバチカレーって、うわ、そんなとこあるの、ありますあります、 あるの、お、嘘、ちょっとブラックションにこれな、え、どこのお店これ、さすが黒いだけで知ってますね、インディアンカレー、行ったことないですけど、はい、なんか店は見たことありますよ、これめちゃくちゃ辛いやつですよね、確かスズメバチカレー、うん、重曹あるんや、あ、そうなんや、はい、じゃあこれは完全に重曹の人やね、皆さんこんばんは、こんばんは、全然知らんかったっすわ、なんかカレー屋に行ったんだけど、なんじゃなくてタコスの皮みたいなのついてた、え、これ重曹って、重曹のお店、え、なんかタコスの皮、ええー、そうなんや、ココイチじゃなくて、ココイチじゃないみたいな、ココイチもあるけどね、向こうにね、ココイチもありますよ、はい、今来ました、まゆめさん店長、ブラック主任こんばんは、あ、こんばんは、ところで重曹の店長はどんな人ですかと言ってますが、じゃあブラック主任、はい、江藤店長どんな人ですか、どんな人、言うたって、まあ仕事は真面目なんですけど、ちょっと待て、はい、ちょっと待て、もうすでにおかしいぞ、はい、暗雲が立ち込めとるわ、もうそれも、うん、仕事は真面目やけど、じゃあちょっとその続きお願いします、仕事は真面目ですけど、ですけど、ちょっと噛みましたねダッサいわもう、ですけど、まあ真面目ですけど、プライベートがなかなか、なかなか、はい、いかつい、いやもう寂しがり屋なんで、寂しがり、嘘ちょっと待って、やめて、どう、やめてやめて、そんなあかん、毎日連絡来ますからね、嘘、いやいや、コン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 、ラインで、いや、コンコンコン、電話で、嘘、いや、コン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 、意外やな、いや、コン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 、そんなことあるわけない、遊びも真面目、仕事は真面目なんですが、臭い、ね、なんかあの仕事とかめっちゃ真面目なんですけど、はい、なんかあの体型太ったん気にして、なんかゴールドジム入会しようみたいな、そこにゴールドジムあるよ、ね、おいおいおい、待って、マジで、結構なんか強引な感じで誘われて、一緒に入ろうや、ちょっと待ってそれもしかしたら、ね、一人で行くの嫌やから、そんなんちゃいますよ、あ、違うの、いや、全然一人で行かないですからね、あー、そうだよ、ここにも寂しがりがおった、いや寂しがりとか可愛い、寂しがり、重症店長で、インドアナだけ、インドアナだけ、吉明寂しがりな、電話かけてきていいでって言われてますけど、それも西田店長や、絶対西田店長、寂しがりや、西田店長はようかけてきますからね、寂しがりや、僕のこと大好きなんですよ、西田店長、いやーね、うさぎはね、ほっとくと死んじゃうって言うけど、それぐらい寂しがりなんかない、当店長、うさぎ、うまいこと言いましたね、重曹、ね、ウエスカーって言われて、ウエスカーことね、富田マネージャーも寂しがり やからね、あ、そうなんですか、一人でご飯食べれないぐらい寂しがりやったんですよ、ぜひちょっと一緒にしたい、店長みたいな感じですね、そうそう今あの高井田にね、あの寮あの住まいだから、高井田の店長とようつるんでるらしいですけどね、向山店長、そう、向山店長とね、毎晩なんかご飯行ってみたいですけどね、毎晩行ってる、それすごいですね、そう、寂しがりなの、
ジューサーはどこにあるの？兵庫県って言われてますけどね。重曹店は大阪ですね。東、これは何区になるのかな？淀川区か。淀川ですね。そうですね。はい。阪急、重曹店、阪急重曹駅西口すぐです。はい。ジューソの語源を教えて、さっき言ってたけどね。ジューソの語源ですか？さっき言ってたよね。また言わせますか？もういいです。あの会議の話。会議の話。適当な話ね。はい、関東から見てます。大丈夫。これ2回目ですけどね。さっきはあれかな、スカッタのかな。はい。みたらし御座候だね。あれ入ってんじゃんそれ。入ってるのかな。ほら入ってるやん。入ってるやん。入ってるのかな。一応これエヴァは ST じゃなかったよねこれ。ST じゃない、83バー継続入ってるのかな。入ってる入ってる。まあ多分モード抜けたら入ってないと思うけど。ブラックしっかりしろよ、ブラック頑張ってよ。いや、エヴァ打たないで。そう、よう分かってないよね、この人。いや、うちのヒット主任がそんな記事知らんとか。そう、のこと分かんない。大のこと分からんから。潜伏の可能性があるだけやでって言ってますけどね。どんなんだろうね。まあ、モード抜けたら多分ないんじゃないかなと思いますね。いや、しかし俺のガロ何もけえ。何もけえね。さっきから剣が2回ぐらいスルーしとんの。ああ、スルッとすね、ちょっと滑っていきましたけど。吸引ってなったらいいんですけどね。そうですね。逆エンブレム。見たことありますか？マカイマラ。ありますよ、僕は。嘘。剣刺せいうやつあるでしょ。はいはいはい。刺す前に。はい。で、刺したらスカって吸引になった。へえ、それびっくりなパターンですね。そうです。もう、かれこれ、半年は見てないですけど。切ない。切ないね。あ、関東から見てますということでね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みたらしはみたらし御座候って。あ、そうなんや。13点、13点店長って。重曹店。13点店長ってなんか、うーんと、もうなんか多いな。重曹といえば若かりし頃、淀川花火大会でよく行きました。あ、そうね、重曹、西中島、南方、中津、ね、この辺は多いですね、人ね。盛り上がります。すごかったですよ、去年の人は。8月のね、第1土曜日かな、大体ありますけど。私もね、若い時はいたけど、もう無理やね、人多すぎて。いや、もうすごい人ですからね。そうそう、中津からなんか見たような気がしますね。そんな人集まるかいぐらいね。お、ギジさん行きましたね。いや、またそれも外すんでしょ。ちょっと酔わない、さっきより酔わない、大丈夫。それ赤じゃなくて黒じゃないとあかんの。黒はない、赤の。、はい、ジュースでジュース作るやつって言ってますけどね。やつ、はい、痛み十増の十増。地名会議。重曹は駐車場も安いし、いいよねと言ってますね。いいですよ。あ、そうなんや。重曹、駐車場安いんだ。安いですよ。1日だ、だいたい800円とか。あ、1日料金で。安いですね、それは。梅田とかに比べるからね、それは。梅田は高いね。梅田は高いから。まあ、一等地やからね。梅田は一等地だから。重曹治安悪いやんって言われてますね。重曹治安悪くない。それ一部だけ、一部だけ、ね。一部だけ。はい。駅前だから悪くない。そうそう、いろんなね、あの地方の方来ますから。警察もすぐ駆けつけてくれますから。大丈夫ね、読んだらすぐ駆けつけてくれるから。ニキニキ店長が、重曹のウサギは可愛い子が多いって言ってた。あ、そうなんすか。ニキ店長ね、重曹前行ってた方かな。ビクニーの店長やったからね、前に。はい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 、はい、よう行ってたんちゃいますか、この辺はね。いや、僕それウサギウサギ言われるんですけど、はい、本当に知らないんですよ。あ、アコ出てきたね。ヤコモン出てきましたよ。あれ、以上激アツですね。まあ、いただきました、これは。え、モロタ F 型装備。お、F 型装備や、初めて見た。あ、ごまありましたね。これでも、あれでしょ。あ、でもカットイン弱いな。いや、黒は外すよ。黒だ、今の。ほら、黒い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 。あ、さすがですね、うちのヒットをしてみよう。ブラック主任、ちなみに引きはあんまり強くない方ですか。いや、結構あります。結構ある、はい、クソザコです、ね、まあ、クソザコです。いやいや、そんなことないですよ。いやー、江藤店長結構寂しがりやけど結構言うね。いやいや、そんなことないですよ。もう外れた、ね、そんな言わないですから、ね、そんな言わない。ガロ、さっきからアニメリーチ多いねって言われてますけど、多かったね。バレました、バレた。顎わらわら、うわーって言われてるわけど。いや、ほんまに外しよったわ、びっくりするわ、ね、あ、いやいや、いや、まあまあ、もう当てますわ。もう当てる、もうそろそろ当てる。潜伏やん。もう言うてる間に1時間やからね。はい、あ、もう言うてる間に1時間ですよ。本当に喋ってるだけですね。本当に。いや、見せてほしいな。見せないとやばいよ。じゃあそろそろ見せますわ。重曹って人気ドラマの舞台ってイメージがあるんですけど、気候な勝ち込みとか大丈夫ですかって言ってますけど、大丈夫ですね。その辺は、はい、平穏に保たれております。たまたま食べておりますよ。店長受け答えが適当すぎってやってますけどね。この店大丈夫ですか。いや、そんなことないよね。
全然もう店長そろそろ当てて江藤って江藤カメルーンやったで、あ、そうかカメルーンか江藤、あ、そう江藤カメルーンっすわ、そうそうそう、さすがさすが、そうそう、フランスのチームにもおったんかな、確かね、いましたいました、もうあいつどこにでもおるあいつだね、友達かどこにでも走りおるから、ほんま、はい、なかなか当たんないですね、なかなか当たらない、ね、いや当たんないね、マックスだからね、そういう時がもうあるのがパチンコですからね、そうそうそう、まあ大体聞こうなの配信見てるとマックスタイプは初め最初に早く当たってしょぼいか、あの2時前に当たってダラダラ当たるかどっちかですね、はい、は多いですね、傾向的にはね、金カットいなかったからねってね、小当たりだったね、わらわら、いやもう初当たりはどっちもまだゼロですか、はい、来ました、当たりましたね、太郎、ほらもう苦労って書いてるから、あ、苦労か、苦労って書いてるからもう、はい、言われてますね、アフリカのどっか、2人は既婚者ですかって言ってますけど、じゃあブラックシュゲ、はい、ご結婚されてますか、はい、結婚してます、してるんですか、はい、何年目、いや、まだ1年あ、新婚、そう、はい、腹立つ話ですわ、これもお子さんはまだ、え、子供もいます、あ、いるの、はい、ブラックシュギー、これがまた可愛いんすわ、あ、可愛いんや、男の子、女の子、男の子です、あ、それがまた似とんすわ、似てるんやじゃあブラックなるじゃないですか、似てたら、いやまだ白いですね、まだ白い、はい、大丈夫、嫁白いんで、奥さんが白いんでね、はい、あ、そうなんや、じゃあ奥さんにやったらいいね、美人な奥さんですよ、もう、いやいや、そんなことないです、あ、江藤店長ご存知なんですか、奥さん、知ってます、知ってます、羨ましい限りですわ、ちなみに江藤店長はって言ってますけど、あ、私ですか、はい、聞きますうん、えぐっていく感じかな、これ YouTube で見てください、あ、 YouTube ね、はい、補足しますと、え、バツイチです、ね、ちょっとご結婚前の方もね、江藤店長、ちなみに今20、もうすぐ6か、ちなみにです、1月16で、あ、もうすぐじゃないですか、26です、まだ若い店長ですけどね、26ですよ、はい、顔は老けてますけどね、すいませんブラック店長って言われてますけど、ね、ブラック店長ではないです、ね、はい、3連休は土日香川で、月曜は爆睡するからジュースをいけそうにないって言われてますけどね、いやもう、そんな起きたらいいっすよ、そうですね、起きてちょろっと来てください、起きたらいいっすよ、はい、ジュースを治安悪そうだから行こうか迷う、来てみてじゃ、うん、大丈夫大丈夫、あの江藤店長守ってくれるから大丈夫、守りますよ、ほんまに守りますよ、はい、うちの筆頭してるのはやばいですから、やばい後ろ毛が多いからもういや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 、結構盛んなんですかね、こら吉明って言われてますけど、ぶっちゃけたできちゃったゴンかなって言われてますけど、江藤ってどう書くの、江藤ってやってますけど、あ、江藤はですね、江藤はね、あの病人面に、そうそうそう、まあ、なんか衛星の A っていうのかな、衛星の A ですね、A 富士って書いて江藤店長っていう、五右衛門の A ですね、そう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 、A 富士ですね、はい、ちょっと遅いけど明けましておめでとうということでね、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、遊びも真面目で、ね、なんじゃなくてチャパティ、なん嫌いだからそこ行きたい、どこってやってますけどね、あ、さっきのあの あれか川ね、あの、あると思う、ね、そうそう、タコスみたいなやつってね、どこやどこやそれ、ちょっと調べときますわ、ね、寂しがりは可愛い、パルコ店長は来られますかってことで、パルコ店長確かあの今井店長かな、え、今井店長、今井店長確か今カスミやったかな、今カスミいらっしゃいますね、ですね、はい、はい、ちょっとジュースは来ないと思うけどね、うん、はい、そこ、うん、さっきのタコスのとこインド屋でした、あ、インド屋っていう、あ、そうなんですね、はい、いやもうさっきからギャン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 うるさいだけほんまねえ、フロア、あ、ちょっと弱いかな、エヴァの方はね結構演出多いんですけどね、なかなかちょっと当たりには繋がない感じ、いや僕のガロ今シンプルモードなんで、あ、シンプルモード、はい、そうなんや、僕のガロ今シンプルモード、はい、このお店の放送は今日からですか、店長張り切ってるって言ってますけど、店長いつもこんな感じですね、僕いつもこんな感じですよ、はい、まあ、張り切ってないか張り切ってるかといえば張り切ってます、張り切ってる、まあいいことです、はいはい、全然張り切ってください、張り切ってますよ、はい、えっとってね、寂しがり屋なら連絡してこいやって言ってますけどね、これ誰や、西田店長やな、西田店長間違いない、やと思う、やと思う、寂しがりじゃなくてブラックさん狙われてんでって言ってますけどねインド屋探してみます、ありがとう、ジューシーはどこにあるのってね、ジューソーです、はい、ジューソー、ジューソーやから、ね、前カノがジューソー住んでてその時はお世話になりました、まあ今はもうあれかな、お世話になってなるかな、多分そうですね、はい、皆さんは彼女いても風俗行きますか、僕は行きません、行くんやブラックジョギー行きます行くの、行きます、じゃあまた直球に話してきましたね、お前行くんや、行きます、じゃあこの辺のお店とかもたまに行くんですか、この辺は行かないですね、でも、まあ、行かへんねや、いやなんか知ってる人とかにあったらお客さんとかそうね、常連さんとかおったらちょっと面白いよね、一回あったんで、嘘一回あったんや、同じ子指名してるとか言ったら面白いけどね、ばったり会っちゃうっていう、めっちゃ気まずい、江藤さんは行かない、すごいね、江藤さんは行かない、僕は行かないですね、行かない、
これあのほんまですからね。ほんまです。なんで今なんで今言おうと。なんかすぐ嘘っぽいみたいな。飛びたオンリーですって言われてますけど、ね。ほんまに行かないですからね、はい。店長関西人得意の適当さが半端ないと思ってます。僕関西人じゃないんですよ実は。あ、江戸店長どこ出身なの？僕はもともと福岡なんですわ。あ、九州。そうですそうです。こっちに出てきた感じ。大学でこっちに出てきまして。でもそのままそのまま就職したって感じですね。やっぱ九州帰りたいですか？そうでもない？いや帰りたいですね。あ、やっぱ帰りたいよ。帰りたいです帰りたいです。寂しいんでね。あ、寂しい。ああいいやん、ブラック主任おるから。いや、ブラックすぐ子供のことを言うでしょ。あ、嫌な。いや、もういいんですけどね、ちょっと寂しくなりますよ、ね、やきもち焼いとるやんけ。そんなことないですよ、ね、あ、俺も福岡っていう人もいますね。どこの辺かな、どの辺、ちょっと教えてください。言われてますね、駒沢と一緒じゃないか出身地でね。あ、駒沢であの寝屋川南の副主任ね。福岡のどこですかってね。福岡のどこ。福岡の僕はね、北九州です。あ、北九州、はい、みたいですよ皆さん。九州帰りたいのバイバイって言ってますけど、ね、いや、もうそんな寂しいこと言わんでいいです。頑張ってね、こっちで。ねえ、こっちで頑張ってね。店長、チャック開いてるよって言われてますね。開いてないですよ。ねえ、見えてんのかな。安心してください。空いてないです。空いてない。いや、空いてたらちょっと大変ですけどね。ちょっとだけ確認します。確認したい。大丈夫。空いてないです。空いてない。大丈夫。確かに大丈夫です。今日置き時で1200枚出して喜んで辞めたら6000枚掘られました。そういう時もありますよ。そういう時もある。まあね、あれあれ、それはそれ。また次の機会来るよ。そん時売ってなかったらもう6000枚出てないから。ねえ。そのタイミングじゃないと。田舎者の私、駐車場にお金かかる時点で衝撃。あ、確かに、ね、田舎は駐車場お金かかんないとか多いもんね。うちのブラック田舎出身ですから、はい、ちなみにご出身どこですか？淡路島です。あ、そうなの、はい、だから黒いね。そうなんよ、ね、関係あるそれ。玉ねぎ美味しいじゃん。めちゃめちゃ美味しいです。しかもちょっと高いもんね、淡路さんはね、はい、たまに帰るんですか実家？たまに帰りますね。へえ、はい、そうか。おのころとかあったよね。今もあるか。おのころまだあると思いますけど、ね、はい。淡路、あのインターチェンジかどうか有名なとこありますよね。パーキングエリアかどうか。あ、そうですね。なんかだから冬イルミネーションやってたりとか、はい、そうそうそう、すごいよね。え、1から順番に行こうと思うのでジュースをつくのまだまだ先ですって言ってますけど、ね、ちょっとどこの駅から行ってんのよ。お前多分一気にジュースを来れると思うけどね。先に埋められて止まりそうやな。確かに誘惑に負けてね。負けて、うん、インドカレーあそこうまいでね。空港線鹿島から来たらジュース駅手前左側だよ。すごいな、詳しいなこの人。詳しいですね。既婚な重装店は警察署の中にお店があるんですかって言ってますけど、いや、もうすぐ来ますから。お店の中にはないけどね。交番がありますわ。交番の交番がある。だからすぐ来てくれる。ああ、駅の近くにね。まあ駅前にはあるかな。そうそうそう。チャンギーがよく夜遊びするのって重装でしたっけ。チャンギーっていうのはあれですね、アタカ副主任のことなんですけど。え、誰ですか？アタカ副主任っていう、アタカ副主任、宮川南の副主任さんなんですけどね。まあ、この人は重装じゃなくて梅田でお姉ちゃんを呼ぶって言ってました。はい。呼ぶ、ホテルに呼ぶって言ってました。なるほどね、はい、そっち系ですね。超永久スナイパーと関係あるの。なかなか当たらないね。今日当たらないね。当たらんわ。お店の横にある古い不動産屋がめっちゃ気になる。甘コーナーから見えるってやってます。重曹の甘コーナーから見える。前の甘コーナーってことかな。これレイアウト変わったんですよね確か。あ、レイアウト変わってますね。見えるんかな、古い不動産。そんなんあるっけ、古い不動産。ブラック、いや、わかんない、古い。ちょっと見てます。じゃあ、まあ、見てみましょうかね、またね。はい、コマコマを、110層の店で、店長移動させてあげてということでね。あ、コマコマさん、ネア、コマコマ、コマコマって知ってます？ネア川南の副主任の、コマサ副主任。そっちね、そっちね。あ、違う人。そっちね。言われてますね。パリサンジェルマン、ね、今からでも遅くないからザルバ行っといてよって言ってますけどね。ザルバ行こうか。はい、いやー、マックスなかなか当たらないからね。でも当てたいっすやん。まあね、当てたいのは当てたいよね。当てたいっすやん。はい、MC の人はいい声ですが女性ですか、おいくつですかってことで、女性ですけどね一応。はい、おいくつかっていうのは多分、リスナーさんが知ってるので教えてあげてください。そうですよね、はい、ネギ焼きなら山本が有名です。あ、山本いいですよ。美味しいんや。美味しいですよ。MC の方は50代の男性です。ありがとうございます、はい、ブラック店長でね言われてますけども、はい、26でバツイチってことは16で結婚したんですかって言われてます。早い早い、そう、法律的なあかんわ。そうそうそう、あかんが18男性は18やからね。18、まあ、でも学生結婚やのね。学生結婚ですよ、そうそう。しかもお子さん2人いるからね。そうですよ、そう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 。
最近はお子さんはお会いしてないの？最近は会いましたよ。あ、会えた。会いました、会いました。そう。会いたいと言えば会わせてくれますんで。あ、まあね、それやったらいいですよね。はい。はい、こういう業界、離婚率高いような気がするって言いますけど、まあ、どうかな。まあ、あんま関係ないような気がしますけどね。人によるって感じかな。あ、ほんまに家庭によるって感じですね。ほんまにそうっすよ。はい、気候な罰多いなって言われてますけどね。いや、そんなことはない、そんなことはない。まあ、確かに西田店長もね、最近あの結婚解除されたって言ってましたけどね。西田店長はもう、うん、まさにその通りです。そうですね、はい、一軒家買って解除されましたからね。そうです、まさにその通りです。はい、なんか今までの店にないノリで思うと26なんだ、って言われてますけどね。なんかすごくふわっとしてていいね、店長ってね。え、僕ですか？はい、ふわっとしてるって言われてます、ね、そんなふわっとしてるかな。ふわっとしてる感じに私も最初思ったんですけど、ふわっとしてない、地に足ついてるってこの間言われたから。あ、そうそう、ついてるついてる、そうらしいですよ。はい、これですかってことで、あ、漢字当てますね。はい、あの ASN 演技富士で、はい、えっとですね、はい、昨日の新地の爆発はここも聞こえたのってことで、いや、それは聞こえないね。聞こえてないよ。はい、まあ、ちょっとね、事故あったみたいですけどね。そうですね、はい、店長のところどころ適当なとこおもろい。エトゥーエトゥーって、ね、店長黒主任見てるよーって言ってますけどね。見てないよ。見てないよ。そんなことはないよ。誰やこれ、あれかな、お店の子かな。はい、こんちはってね、飛びたオンリー、奥さんおったら風俗行ったらあかんって言われてます。あかんあかんもう、はい、彼女いても続風月さんで行きますっていう人もいるね。すごいすごいすごいな、すごいね。お客さんと義兄弟になったことありますかって言われてますけど、義兄弟ね。杯ね、誓ったことあるのかな。ややこしいわもう。おいおいね、あの副主任と同じ経歴ってね、小政と一緒や出身地ってね、言われてますけど、ブラックはほんまに行きますからね。そうですね。これ奥さん見てんちゃう、大丈夫ブラック。いや、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫、はい。あ、地区、これなんていうんですかね、地区法なんていうんやろう、地区前儀の地区に豊、豊富の方で書いて、これなんて読むんですか、地名。あ、それ、あれですわ、福岡の、確か、はい、わかりました、わかりました。ち、あれ、ち、何やったっけ。あのね、ちょっと時間ください。時間ください。あれこれ福岡出身ですよね。ちあのね、ちくわ。ちくわじゃない。ちくわじゃないわ。何やったっけな。教えて。ね、はい、私ごめん、福岡の地名ちょっとわかんないから。智弁和歌山、違うわ。違う違う。何や。あ、俺もやってね。そこは嘘でも関西が一番やとか言っておけば。あ、ちくほうでいいよね。まあね、ちくほうやって。いや、ちくほう。畜生、畜生じゃない、畜生じゃん、それ今や、お、私やこれ、ね、え、何やったっけな、すっごいモヤモヤする。明日行こうと思ってたけど相手になるか残念。江藤って小政と同じ匂いが若干してるだけの気度っす。北九州か、重曹より血や悪いから敵に笑われて。悪くないよ、北九州も。いいんじゃない。いや、でも今考えると悪い。あ、なるほど。ここに来たら悪い、畜生やで。おい、本当に福岡出身かってますよね。あれ、畜生やったっけ。あ、そうすわ、筑豊ですよ、筑豊ですわ、ありがとうございます、筑豊ですわ。この人多分エセ九州人やな。もう店長が住んでた福岡は日本の福岡でない模様って言いますけど、どこの福岡。今日はなかなか当たんない。絶対僕を海外に出身にしたいんですね。そうですね、はい、重曹で何回か行ったよっていう人もいますけどね。 ありがとうございます。はい、もうちょっと頑張ろうってことで、まだ来てください、ね、そうですね、頑張りましょう。声かけてほしいですわ。はい、せっかくやってるんでね。そうですね、今日花火で7800ゲーム、ボーナス37、レギュラー30の台打ったよって言ってますよね。すごいね。え、それうちで？いや、多分違う店かな。あ、違うんか。ぜひまたね、キコーナー、重曹店も花火あるんで。花火3回ありますかね。花火面白いよね。私もスロット最近打たなかったんですけど、花火はたまに打つようになりましたね。あ、そうなんですか。そう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 。うちもそういった台がありますよ。結構ね、あのラインナップたくさんありますんで、面白いと思いますね。なかなか楽しめますよ。うん、うちは。淡路島って極悪店長がいるところだよねってことで、それは西淡路店ですね。淡路島じゃないからね。ああ、なるほどね。そうそうそう。なるほどね。俺は駅のロッカーにお金入れて帰ってこないことに衝撃でした。ああ。一応500円とか300円とかね、あのロッカーの大きさで決まってるけど、はい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 、まあ一時預かりシステムというかね、もうお金返ってこないけどね。うちは返ってきますからね。うん。ちゃんは京橋と梅田。あ、そうかそうか。重曹の名前は映画ブラックレインのロケ地で知りました。あー、有名な映画やね。重曹ロケ地やったんや。あ、そうなんや、みたいです。重曹店は放送のローテーション入るんですかってことで、一応金曜日、北摂エリアと淀川エリアなんで、そう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 、まあ、北摂のヘルプみたいな感じですかね。そう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 、まあ、もしくは三国新大阪、重曹で、サイトとかね、まあ、茨城、千里、うん、まあ、この6 つ, ぐらい6つで回していけたらなと思います。スイーターはいつでしたっけ。スイーターは木曜日です。あ、木曜日か。金曜日じゃないんや。来週がスイーターです。あ、そうなんですね。来週の木曜日スイーターですね。
まあ、でも昨日西淡路の放送来てましたけどね、西田店長。寂しがり屋のガーリンちゃん。寂しがり屋多すぎやな。いやもう僕は違いますけど、西田店長は寂しがり屋です。いや違うてますよ、ブラックさん。いやいやいや、絶対ない。いやいや絶対ない。言いすぎ。出勤前の朝とかにサンマルク誘ってきますから。サンマルクとか言わんでええねん、その仲良しやな。言わんでええねん。シャレオツサンマルクカフェですよね。いやいやいや、1月1日朝7時にサンマルク集合。めっちゃ寂しいやん。いやいや、年明けてすぐやん。そんなことない。で起きなかったですからね。仲良くやらせてもらってますよ、はい、あ、なるほどね、はいはい、楽しくしないとね、仕事は。いやでも店長陣結構寂しがり屋な人多いイメージあるけどな、私も。僕は違いますけどね。いやいやいや、それはないです。じゃあちょっとブラックで、ブラックさんもね、あの一緒にゴールドジム入ってくださいよ。いや、入ったの入ったの、一緒に入ったの。そうなんですよ、入って、はい、あの全然一人で行かないっていう。怖いからね。そうですね、一緒にしか行かない。一緒にしか、まあちょっと寂しいからね。寂しい、あ、寂しいちゃうわ、まあ、ちょっと寂しい言うてるやん。一人やとね、一人やったら寂しい、ね、ただ今も全然行ってないっていう。悲しい、行ってないんや。全く行ってない。ゴールドジムってどうなんですか。結構がっつりやるイメージあるんですけど。いや、そんなことないですよ。あ、結構ソフトな感じで。普通に言うたらおじいちゃんおばあちゃんもいますし。あ、そうなんですか。結構ジュース、おじいちゃんおばあちゃん多かったですよね。ただほんまにガチの人もいますけどね。ね、ゴールドジムってあのなんか昔清原とかあの辺が行ってたイメージがあるから。そうそう、ガチゴリの人もいますけど。そうそうそう、何だっけ、ケビンなんとかってしてたかな。え、ケビン、スポーツトレーナーかなんか有名な人がやってたような気がするんですけど。どれですかそれ。あとあのサバンナのヤギとかね、ピックネスとかゴールドジム行ってるって聞いたけどね、はいはい、それがまたゴールドジム芸人を見てあの行きたくなる。マジか。そうそうそう、ゴールドジム芸人、 まさかの一人でジム行けないって。入会しなきゃいいのに。入会も二人で行きましたよ。マジで。あ、一緒に行きましたよ。女学生のトイレかよ。店長もしかしてそっち系の人なの。いや違いますよ。違う、結婚しましたからね、はい、女の子大好きということで。女の子、まあ、大好きだから、はい、今日何時までですか。どう、一応2時までですよ、はい、2時までですよ。ちなみに茶屋町のゴールドジムは梅北の東も行ってるから一緒に行ったらって言ってました。あ、なんか言うてましたね。え、東さんもなんか目覚めたの。なんかジム行き始めたって今日ちらっと言うてましたわ。なんやろその肉体改造なの。いや、なんかあれはモテたいからね。俺ちょっと太りすぎてほんまにあかんなって思ったらしいっす。あ、そうなんや。そうそうそう、あれでしょ、お姉ちゃんの店行きすぎでしょ、東さんは。あ、そうなんすか。いや、なんかよくガールズバーとか全然あかんじゃないですか。そうそう、行ってるって何やったんすか。はい、言われてますけど、ね、店長にライズアップ紹介してあげようって願いてます。ライズアップは高いんすよ。ライズアップは確かに高い。高い、まあね、効果出なかったら返金って書いてあったけどね。そう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 。いや、でもかなりストイックですけどね、あれ。ストイックですよ。あの、めちゃイケでやってたんですよ、ライズアップの。はいはいはい。岡村さんがね。やってましたね。食事制限とね、はいはい、やってたけど、あれは大変やな、思いましたね。僕もめちゃイケ大好きですから。なんか当たる気配ないから、今日はもう雑談でよくないって言ってますけど、ね。もうすでに雑談ですけどね。とりあえず当てたい。はい。ブラックさん、なんか大変な店長持ったねって言われてますけど。そうですね。大変だ、そうですね、ちょっと、はい。おかしいおかしいおかしい。おかしい。はい。女の子も大好きな人でしたか。性格改造したらいいよ、東はって言ってましたね。性格改造ね。大事大事。東さんもシャイやからね。あ、そうなんですね。なかなかね、女性に縁がない感じみたいですけど。あ、そうなんですか。はい。まいまい23歳ですよ、一緒。寝台早めに2円にも入れてねって言ってますけどね。これお客さんかな。でも1円、2円あったっけ、住所。2円ないですよ、うち。ないですね。1円もでも割と寝台入ってるんじゃないかな。いや、もうだいぶ入れてますよ。はい。MC は男性です。23です。お客さんの指示があるんで。MC の人、男前ですね。卒論会で私と結婚してください。完全にベッキーのネタやね。あ、はい、あ、なるほどね。ねえ、ベッキーちょっと今問題になってね、話題になってますけどもね。そうそうそう、関係ないね。 MC の方は48歳です。ありがとうございます。えっと、お兄ちゃんいるって言われてますけど。僕は弟が2人います。あ、3人兄弟。そうです。へ、男3人兄弟。へ、ね、お兄ちゃんはいないということ、ね、一番上ですね、僕が。あ、そうなんですか。一番のダメ息子です。自分で言うた。自分で言うてもだ。自分で言うてもだ、はい、え、ブラック主任はご兄弟いるの。あ、妹がいます。あ、妹いるの、はい、妹かわいい。いや、かわいいって、まあね、いや、またこれ妹さん綺麗なんすわ、これ。知ってんの、江藤さん。知ってますよ。見た。見ました、見ました。紹介してもうたらええちゃう。いや、それちょっと変な感じやから。変な感じある。ちょっとあ、そこちょっとね、義理のお兄さんありますけど。そうそうそう。いや、もう結婚してるんで。あ、結婚してるのか。へ、はい、もうお子さんもいてるの、妹さん。いや、今、妊娠中です。あ、
おめでたいですね。そうです、 すごいな。じゃあちゃんと店長ね、ご祝儀あげないとね。いや、もちろんもちろん、ありがとうございます。23だよ、コナミカン罰コーナーで、ね、家どうすんのよ。あ、これ西田店長ね。まあ奥様に譲渡したんじゃないの。わかんないけど、今住んでますけどね、まだ。あ、住んでるのかな。住んでます、住んでます。一緒に住んでるの。いや、違います、あ、一人で住んでるの。そうそう、いやー、なんか切ないな。掃除してるって言ってた。マジで。たまに2階も掃除するって言ってた。誰か住んであげて、一緒に。はい、後ろの人見てたら男性でよければでね、非公な13店舗のリレー放送かと思ったって言ってますね。リレー放送ね、またいつかやりたいですね。まあ、ね、皆さん準備です、ありがとう、ね、またいつかね、はい、やりましょうかね、やりましょう、はい、そうそう、筑豊ですわって今話合わせてたやんってね。福岡は北九州、福岡、筑豊、筑後の4つに都市部が分かれてますよって言ってますけど、あれ詳しい、これは福岡の人かな、はい、前面の旦那さん、この場合、続風にいた。そうね、ありがとう。筑豊は西成って言ってますけどね、絶対違うよね、これね。西淡路遊びにおいでーって言ってますけどね。西淡路、西淡路。これは西淡路のスタッフかな、絶対そうや。アピールしますね。ガーリーはうなじ、そうそう、うなじ好きって言ってたね。この人は高校まで福岡にいたのに、北九州の下の地域の筑豊がわからない模様、天気予報すら見てなかったのかなと言ってますけど、ちょっと完全に身内ですね。弟の名前公平じゃねえと言ってますけど、いや、それは違う、違う、それは違う、公平じゃなかった、公平じゃない、なるほどね。吉明さん、コマコマ度チェックします。冒険でミスしたことありますか。ないですよね、もちろん、ないないない、そんなんないよね、ないよ、はい。朝7時から呼び出されるブラックがかわいそう、なんかどんまい。確かに新婚やしね、しかもね、新婚ですから、綺麗な奥さんもろで、ほんまでも呼び出されるっていう、腹立たしい話ですわ。奥さんもなんかだいぶ疑うんじゃない、ほんまに店長なのみたいな。いや、もう大丈夫です、そこは大丈夫、そこはちゃんと、はい、わかりました。皆さん、今年は正月らしいことなんかしましたかって言ってますけど、してません。お正月もお仕事の人多かったと思いますけどね、はい。ちなみにブラック主任は結婚してからは初めての正月、はい、そうですね、結婚して、あ、違います、2回目か、そうですね、2回目です、ね、なんかあれですか、はい、お正月らしいことされましたか。いや、してないですね。あ、してない、はい、初詣も行ってない、初詣も行ってないです。あ、そうなんや、江戸手帳もしてない、全然あかんやん、はい、全然。あら、じゃあもうなんか年明けた感じしないんじゃないですか。まあ、なんか年末の特番とかね。あ、そうね、それはあるよね、うん、確かに。私も今年は年越し放送やったんでね、いつもはなんかダウンタウン見たりとかね、紅白見たりして、なんか年明けたなーって実感あったんですけど、今年はなんか配信しながら年越したんで、全然年越した感がないんですけどね。感がないっすね。そうそう、それはないわ。とりあえず初詣行って、なんか正月かなって感じはしましたけどね。あ、はい、ブラックさん大変な手帳持ったんで、でね、モンハンやろうってやってますけどね。モンハンいいっすね。モンハンやってるんですか、ブラックさん。モンハンめっちゃうまいっすね。モンハンやろうって絶対身内やな。これ西、ね、西淡路おいで言ってるからね。あ、それ同じ人よ。金主ちゃうんか。金主、金主かな。金主って金光さん。金光、そうそうそう。あ、昨日出てもらいましたよ、金光さん。ああ、絶対そう。今日一緒にご飯食べてきます。マジで仲良しやん。あ、そうなんや。あ、そうですそうです。あ、じゃあそう、本人かもしれない、じゃあ。ええ。え、東は最近ハマってるのは愛席居酒屋。あ、金光さんか。そうかそうか。え、ジュース置いてたんでしたっけ。はい、あ、そうですよ、そうですよ。そうかそうか、じゃあもう完全にあれですね、お仲間ですね。そう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 、はい、店長は女性とバチバチにやってましたよ。バチバチにやってたの、はい、ヒット主任バチバチやってたの。ヒット主任同士バチバチにやってました。いやいや、もう止めるの大変、まあ、主任戦争大変やな。そうそうそう、もうそろそろザルバ行こうぜって。ザルバ行こうか、はい、東さんは汗かいた後のビールが飲みたいだけらしいよ、かっこ意味なし。うん、完全にあれやね、達成感だけやね、これ、ね、達成感だけやね。店長は何歳で卒論書き終わったんですか。僕これ卒論ってあれですよ、離婚届けって意味ですからね。去年ですよ、去年そう、去年で一回江藤店長、重曹の店長になる前に千里のね配信出ていただいてたんですよ。その前後ぐらいかな。そうそう、前後ぐらい。はい、4月か5月かね、それぐらいやったね。5月ですね。5月に卒論書きました。はい、久しぶりに来たら13店舗の配信かと思った。どういうことですかって言ってますけど、まあ、14店舗を、まあ、1週間でぐるぐる回ってる感じですかね。なるほどね。はい、今度は西田店長の家で店長集結やろうってやってますけどね。身内やな、やりますか、じゃあ。全然身内やな。はい、一国一城の一人。初詣って三ヶ日の間に行かないと初詣にならないのかなって言ってますが、まあ
年明けて行けばそれが初詣になるんじゃないのかな。ならないの。あ、初めて行くから初詣じゃないのかな、ね、はい。まあね、明日からは、明日からというか今日からはね、あのエベスさん多いですけどね、始まるところ。そう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 、まあ、それが初詣の人も多いんじゃないかな。多いかな、多いかな。自分のロッカーの中がパンドラ化してませんか。あ、ロッカーというかね、これは整理整頓をうまくやってますかっていう話なんですけど。僕はちゃんとやってますね。結構あれですか、綺麗好きですか、江戸デジョン。いや、そんなこともないんですけど、まあ、一応ちゃんとやってる、まあ、整理整頓はする。ちゃんとやってますけど、ブラックが汚いですわ。いや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 、そんなことないです。もうブラックの引き出し黒いですもん。そうそこも黒いの。黒ずんでますもん。まあ、ちなみに寝屋川南の主任は、あ、副主任は放送中にそのケースを持ってこられてぐっちゃぐちゃなのを、はい、あの皆さんにお見せしてましたけどね。僕わりかし綺麗ですよ。あ、綺麗なんや。嘘つけ、嘘つけ。いやいや本当ですよ。ダス掃除してますからね。いやもう豆にしてる。汚いっていうかもう黒いもん。いや豆にしてます。それ黒いっていじりたいだけでしょ。違う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 。あ、見えないぐらいかな。はい、17日からまた大阪行く予定なんで、ジュースを行こうかな。ネギ焼き食べたいということで、ぜひぜひジュースを来てください。もう来てください。お待ちしてます。声かけてください。声をね、え、江藤さんって、あのブラックさんって適当やね。そうそう、ハラブルブラックって、ね、ダブルブラックちゃん。あ、でももう本当にうちのスタッフに黒って言ってくれたら通じるんだ。なるほど。さっきね、金見さんも黒って書いてましたもんね。黒主任って言ってたから。もうね、そうそうそう、もうあのちっちゃい人ね、ちっちゃい人そうそう、昨日最後だけね雑談出ていただいて、結構いいパンチ効いた人だなと思いましたけどね。はい、面白いですよ。面白かったですね。初当たりまだってね。初当たりがね、まだすわ。そうですね、生放送なんで、はい、引きが弱いですね今日は。いや、しかもブラック全然引かれへんな。ブラック引からない。ブラック引かれへんわ。店長、スー差し上げます。え、スーって何。スーはゴイゴイスーですね多分ねこれほんまに身内これ。いやいや、僕今初めて言われましたけど。あ、ほんですか。よう拾ったな思いました自分で。スー、スーゴイゴイスー。あー、なるほど、ね、ゴイゴイスーやと思いました。ありがとうございます。ブラック主任は続風はどんなオプションつけるんですか。え、なんですか。続風行ったら、はい、オプションつけたりしますかって言ってました。いやー、全然。あ、ノーマル。ノーマルですね。いや、結構ね、そのキコちゃんの主任さんとか副主任さんで、はい、まあ、その夜のお店行かれる方多いんですけど、はい、結構オプションつける人が多くて。いや、僕はもうノーマルですね。まあ、1日で13万ユキチ使う人とか。いや、13ユキチね。あ、そう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 、ひどいね、すごいねっていう話をよくね、配信ではするんですけどね。ちなみに江戸店長の離婚の原因は何ですか。え、僕の離婚の原因ですか。はい、聞きます。あ、聞きます。それはもう、はい、価値観の違いですよ。価値観の違いまあよくあるよね。よくあるやつですよ。はい、性格の不一致、価値観の違い大事ですよ。はい、よくありますね。大事ですよ。まあ、相性は大事よね。相性大事ですよ。はい、深いですか。何エベス、エルメスってやってますけどね。これは良いエベス、東海エビス、の何やったかな、あるんですけど、西宮神社とかね、今宮恵比寿神社とか、結構そういうこう、なんですかね、商売の神さんをね、まあ、9日、10日、11日で多分毎年やってるんですけどね、関西だけなのかな、これ。あ、向こうかはでもやってなかったの。あ、やってないんか。そっかそっか。2人とももう当てていいよって言ってますけど、ね。あ、じゃあ当てますね。はい。はい、ちなみに、ブラックさん、ニコ生でぐちゃぐちゃとかいう話あったら、本社から指導が入るよ。あの、あれ。ああ、それ、ね、ボックスの中ね、はいはいはい、気をつけてください。はい、じゃあ僕大丈夫なんで。はい、三が日に地元の神社川崎大師神田明神と初詣ラッシュに行ったと言ってますけどね。これ確か川崎大師と神田明神ってめちゃめちゃ有名なとこじゃない。へえ、多分上位ランキング入るぐらいの人の多さやったような気がするけど。すごい、すごい、すごいね。今年は卒論が流行りますね。流行語大賞にノミネートされそう。卒論、卒論、あの離婚届。マジか。ベッキーですね。はい、ベッキーのやつね。はい、江藤店長ってガーリンと友達なの。あ、友達っていうか仲良くさせてもらってますよ。離婚投稿するのしましょうか。あ、でも2人ちょっと集まってもらってね。してもおもろいかもしれんすけどね。はい、まあでも西田店長は面白いですね本当に。ほじくってたらほんまにおもろいなと思いましたけど。ほんまにど天然なんで。そう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 、ツッコミどころ満載なんですよ。いやー、ニコ生向けやな思いますけどね。あの人もいいと思います。本当にいいキャラしますね。皆さん今日も頑張ってねってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。オープンの時はちゃんと自動ドア開けれますかって言ってますけどね。まあ、副主任はね、あの自動ドア開け忘れて怒られたっていうのありましたけどねお客さん入ってくれへんやないかっていうね感じですけど、なかなかすごい。そうそうそう、飛び抜けた人いる。そうそう、尖ってますから。ちなみに江藤店長のシールってあるんですかって言ってますが、僕のシールありますよ。え、あるの。いや、ないっすわ。ないんかい
ある夢を見た。ある夢を見た。まあ北摂とかね、淀川エリアでなんかそういうこうお客様来られた時にね、こうお渡しできるようなものがあればね、いいですね。欲しいですか？そんな。いや欲しいんちゃいます。なんか結構ねあれ集めてる人多いみたいで。あ、そうなんすか。リスナーさんには結構送らせてもらったりしましたけどね。すごい。はい。ブロックさんそろそろ卒論書き始めましたか？いやまだ書いてないです、ね、早いよね。まだでも考えてますけどね、ま、それ大丈夫ほんまに。ちょっと俺奥さんに見てって言うわ。そうそう、え YouTube 残るからね、気をつけてね。 YouTube 残んで気をつけてね。わかりました、わかりました。もう遅いわ。卒論イコール離婚届が流行したせいでガチで取り組んでた学生は涙目と言われてます、まあ、卒論大事やからね、頑張ってくださいね。大事ですよ、はい。あたかこの話してあげないで。あたかこの話ね。まゆめさん、続風でどんなオプションつけるんですか？いや続風ね、ごめんなさい、女子なんでいけないんですけどね。いける機会あったら行ってみたいですけどね。そうなんですか。はい、まあ行けないけどね、女子なんで。キコーナは卒論を真面目に書く店長多いで、ね。卒論ね。そんなことないよ。はい、どっちの卒論かわかんないけどね。ね、要は恵比寿がなまってる田舎のイベントってことで、恵比寿ってなまってる恵比寿さんっていうね。でもね、そう、良い恵比寿、本恵比寿、残り服、そうそうそう、残り服でよかったね。はい、ブラック主任は女性、哺乳類なら OK な人です。あ、何でも OK な、何でも OK です。何でも OK な、ちょっと待って、身内やな。はい、昨年は旦那さんと卒論についてディスカッションしたんですよね。ディスカッションってかっこええな、討論ですけどね。討論、あ、シール集めてますよって言ってますけどね。お、集めてんねや、ありがとうございます。コマコマドチェック、 KPE 以外の台の音量変えれますか？あ、この副主任は店長から教わったことって何ですかって質問に、 KPE の台の音量の調整の仕方しか覚えてないって言ってました。教えてもらったのがね。それうち来たらやばいな。ボッコボコですね。もうちょっと抱えきられへんわ。抱えきられない、抱えきられへん。いや、二木店長頑張ってますけどね。うちも今 まだ爆弾抱えてますから。あ、ちょっと見たいですね、爆弾。爆弾副主任いますよ。いや、もう副主任なんや、爆弾は。爆弾副主任いますよ。ボコボコにされず、東さんのシールしか持ってないので、他の店長さんのシールも欲しいという人いますね。あ、もう作ってる方いらっしゃるんじゃないですか。僕はそうですね、北摂エリアはちょっと今ないですね。あ、そうなんですね。淀川エリアもないですけど、まあ、欲しい人いるんやったら僕あれ手書きで作りますけど。手書きかい。すぐ。あ、じゃあプリントアウトしてね、渡してあげてください。後ろにセロテープくっつけて、はい。あと、そうですね、まあ、私のツイッターとかにね、欲しいって言ってもらえば、その事務所にある分であればお送りさせていただきますので。うんうん、誰だか、ドラえもん店長とかね、あったような気するけどね。はい、前のね、東大阪の店長で、今、と本社勤務になりました。はい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 、塩枠店長とかね。塩枠店長ですね。あと、塩枠店長とか。塩枠店長。ああ、塩枠店長、ね。あと、池澤マネージャーにもこの間シールいただいたんで、池澤シール欲しい人とか。はい、おマジですか。そうそうそう、ぜひ言ってください。結構あるな。結構作ってますね。東部エリアにいた店長陣は結構作ってる方多かったですね。ああ、つながり的な感じ。そうそうそう。江藤さん面白い、シールできたら遊びに行きますからってね。え、ほんまですか。じゃあ作りますか、すぐ。作る。じゃあすぐに。なんかね、マネージャーとか、期待のマネージャーとか作ればいいのにと思いますけどね。あ、ないんすか。うん。あ、そうなんや。作ったらいいのにね、面白そうやけどね。そうですね。江藤店長、シールできたらもらいに行かない、わらわらって言ってますけど、ね。いや、じゃあもう作りませんわ。どっちや。作りませんわ。女性でも続風いける。コマコマドチェック、スロットのリセットできますか。スロットのリセットできますか。間違えてスロットでリセットし忘れてたっていう話ありましたね。もうめちゃくちゃやな。はい、店長、よければスー差し上げます。あれ、ゴイゴイスーですね。はい、ありがとうございます。よう拾ってんな俺これ、ね。キコーナの社員はどういう風に役職が上がっていくんですかって言われてますが、一応試験があるんですよね、これ。試験もありますよ。はい、一般社員から副主任に上がるときはあのかな。 ありますよ。ありますね。まあ、はい、一応そのステップアップというか、試験があって、それに受かれば役職として上がっていくという感じですね。あと幹部研修もあるから、幹部研修も、まあ、主任さんとかはね、その幹部研修受けて、そうそうそう、認められれば店長に上がるという感じですね。はい、はい。コマコマはゴミ捨てしかできない人なんですよねって言ってますけどね。いや、その辺は明日寝屋川みなみなんで聞いてみてください。あ、そうです、はい、店長の手書きシールください。もう欲しいでしょ。欲しなってくるでしょ。欲しなってくる。欲しなってくるでしょ。はい、手書きシールね、ぜひ。じゃあ欲しい人重装で来てください。いや、言ってください、もうすぐ作りますからね。
当店長コマコマを2期店長から引き取ってあげてよ。いやちょっとほんまにうちも爆弾おるのちょっとなかなか難しい。爆弾、まあ、また今度配信があれば。そうですね、機会あればその爆弾さんみたいですけどね。いやでもほんまに爆弾発言しかせえへんから、まあ、その時はもうフェードアウトしてるかもしれませんけどね。そうですね、ほんまにちょっと、はい、ちょっとほんまに怖いね。コマさんはどうやって試験合格したんやろって言ってますかね。あ、副主任ね。まあまあ仕事ぶりを認められたんやろうけど、そこからがちょっと足踏みしてる感じかな。足踏みしてますね。そうですね、社員さんに駆け抜けとかないのって言ってますけどね。駆け抜け、まあ一気に主任上がったとか。ああ、そうなん、まあ、そういうことかな。駆け上がりはないですけど、まあその期間はあんま決まってないですけどね。まあなんか最年少でね、こう、社員から副主任に上がったみたいな話はいろいろ聞きますけどね。僕ちなみにあれですけど、入社して10ヶ月で主任になったんで。あ、早い方ですね。夢ありますよ。ねえ、やっぱやればやるだけ上がるという感じですけどね。だって店長でもね、まだ25だから、それで店長になれるってやっぱすごいなと思うけどね。いい会社ですよ。若いね、みんな。そうですよ。その爆弾出してめっちゃ興味ある。その爆弾の役職はって言ってますよ。いや、今日もいたんですけどね、さすがにちょっと出されへんわ。ちなみにどんな爆弾なのって言ってますけど、言える範囲でお願いしますって言ってますけど。どんな爆弾はい。そうだね。その方はまだ若いんですか？若いです。21、2。ああ、なるほど。え、23やったっけ。23ぐらいですか。23か、確か、はい、もう結婚して子供2人いますから。もうその時点で爆弾でしょ。ほんまか。いや楽しみ、ちょっと楽しみですね。いやちょっとね、爆弾プラスバカなんでね。視聴者は爆弾を求めていますって。いやもう気持ちも分かるんですけど、ちょっとなかなか。なるほど。ちょっと怖いから。怖い。いや責任持てない感じかな。今日もちょっとあの店長、申し訳ございません、報告がございますよ。あ、その聞いた瞬間もなんかドキッとしますよね。もうええわ、もういいから。これ当たんちゃう。おお、見た。これしかも右あれですよね、電車で当たったから。うわやば。あら、またいい当たり方した。あれ、ブラックさん、ブラックあれやね、まだやね、遅いね。ええって言われてるけど遅いね。いやー、これは嬉しい当たりですね。いやもうおほほほって、初めて見たって言われてますね。あ、初めて見ました。あ、すごいな。いや、ライガね、ライガ今来ました。ライガ好きなんですよ僕。あ、そうなんですか。はい、ドラマ見てましたからね。あ、だろうね、ドラマずっとやってましたからね。ライガは目が青いんですよ。あ、詳しい。そう、コウガは目が黄色いんですわ。そうなんや、詳しいね。詳しいですよ。コウガの上、あのお父ちゃんのタイガは目が赤いんですよ。あ、お父さんあれか、ファイナルで出たのか。タイガース、タイガース、ね、あれですね、一緒に合体のやつありましたよね、リーチ。そうそうそう。ライガーはあのコウガの息子ですから。そうですね、そうそうそう、いきなり来たねと言ってますよね。サイジマ家三代目ですからね。え、全部見てるの、ガロは。いや、ライガーだけです。ライガーだけ見てるの。えらい詳しいな。ライガーだけです。あ、まあなんかアニメとかもやってましたもんね、ガロ。そうですよ、確か。そうそう、いきなり来たってね。予告で名前教えて、あれか、爆弾さんの名前を教えてって言ってます。爆弾、さっきね、副主任言ってたけどね。カツです。え、カツ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 丼のカツ、か、カツか、はい、カツ、カツ丼のカツ。じゃあ、住所でカツって言えば。いや、多分ホールオープン、あの、いますよ、普通に。あ、いるんや。爆弾歩いてますからね。爆弾歩いて次元爆弾みたいなもんですから。怖い怖い怖い。カツ、カツって言われる。カツ、カツね。あの勝利の勝って書いて、そうそう、かきくけこのかね、かつ、かつ、かつ、わらわらってね。重曹店、かわいい子いますかって言われてますけど。あ、いますよ。あのカウンターの子がかわいいなと思いましたけどね。もう髪短い子と、あの絶品ぞろいっすわ。絶品絶品ぞろいっすわ。あははってそうそうそう。ちなみにかつもかわいいですからね。かわいいの。いや、めっちゃかわいいですよ、あいつ。爆弾やけどかわいい。いや、もう笑顔もやばいっすから。笑顔やばい。あいつ笑ったらバリかわいいっすよ。ゴマカツってやってますけどね。コマコマとどっちがやばいやろうってやってますけどね。まあその辺はね、もう放送見てみないちょっとわかんないね。じゃあ出てもらわんと。そうですね、だいぶちょっとバカなんで、あんま話せないかもしれないですね。まあ、あかん時点でピーってマイク切らんとダメですね。会話が成り立たんかもしれない。でも笑顔は最高。いや、笑顔は最高に可愛いですね。なるほど。カツ爆弾って、カツの話聞きたいわって言ってますけど。カツの話ですか。はい、カツの話ね。カツさん、ちなみに重曹店で働かれてどれぐらいになるんですよ。カツも僕と一緒ぐらいですか。あ、そうなんや。アルバイトから。あ、なるほど。そう副主任ということでね。ボンバーマンカツって言われてますけど、ね。主任目指して頑張ってますけどね。はい。2回戦爆弾なんで難しいですわ。なるほど。
怖いわ。いや期待してるんですけどね。ああなるほど。いやーみね主に上がってほしいですよね。頑張って。そうですね。まだちょっと上がってこん感じがしますね。もうちょっともうちょっと時間がある。ちょっと勝さんに興味津々。ゴーバーバー呼んでって。勝はもうすごい愛嬌ありますからね。主任に昇格させたいと相談してエリアマネージャーに遊びと違うんやぞって言われたことありますか。それ誰か。これはですね、だから寝屋神奈の副主任をね、はいはい、主任にあげたいんですけどっていうのをあのブロック長に相談したら遊びちゃうんやぞって真顔で言われたって言ってました。一番怖いやつだよね、それね。それはもう、はい、18日行きますって。あ、10日 ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、切実、ね、待ってます、待ってま す, てます。はい、じゃあぜひ、10日って遊びに来て、ぜひね、勝利をつかみ取っていただきたいと思いますけどね。来てくださいよ。はい、来てください。あね、あの勝さん見たいってね、言われてますけどね。いや勝つね。いやこれ見た目すごいかっこいいんですよあいつ。あ、そうなんですか。そう、もうすごいシュッとしてて。さっきあれかな、コメントで言ってた人かな、なんかスロー側にこのね行った時にかっこいい子がいた。メガネかけとった人。へえ。で身長が180あるんですよ。あ、そうなんや、長身なんや。モデル体型ですわ。でもバカなの。え、そう。そうなん。愛すべきバカやったやな。喋ったらあかんの。喋ったらあかんね。黙っとったらすごい。毒もとか最高。毒もやったらあいつ多分一番受けますわ。喋らなかったらいい。そうそうそう。ちょっと期待したいですけどね。まあ、どんな当たり方したのって。あのさっきなんかあれですね、電サボで当たったやつですね。開け言うて開いたら。そうね、来ましたわ。そうそう、店長はとりあえず罰ゲーム回避やな。いやこんな当たりましたもんね。プライベートで1回もないわこんなもん。重装店からの配信珍しいねと。で今回初めてですね。今回初配信です。店舗は初配信です。小里爆弾10番勝負させようってやってますけどね。え、10番勝負。じゃあなんかニコ生エリア集結とかあればね、主任各店舗の名物主任とか出たら面白いかもしれませんね。いや、うちのブラックもだいぶ名物ですけどね。いやいやいや、重装名物ですからね。でもね、まあ黒いから見えないから残念ですけどね。筆頭主任ですからね、重装の。誰もが憧れる重装の筆頭主任ですから。いや、その勝さんももしかしたら憧れてるかもしれないね。いや、勝も憧れてますよ。あ、そうなんや。もうかっこいい言うてますからね。ほんまかこれ。適当すぎですからね。でも西淡路では英語の英語で Q をノインって書く副主任がおるよって言われてます。なんだと。そう、ナインをねノインって書いてるんです。なんだと。しかもガロっていうスペルをゴロって書いてたんです。おお、それもゴロやな。そうそう、ゴローって書いてましたけど。ゴロゴロ、そうそう、面白かったよ。すごいね、はい、無駄にポジティブかなって、ね、すごいすごいすごい、バカにもいろいろ種類があるけどどんなバカなのって言われてますけど。あ、残念なバカって言われる。純粋なバカ。純粋なバカ。生粋のバカ。生粋のバカ。なんでお前はそうなんだみたいな。あ、自覚ない感じです、ね、自覚ない、そうそう。なんか愛されるような感じですね。そう、愛されキャラですよ。で笑ったら可愛いですよ。なるほど。なんかそれでちょっと許しちゃう感じかな。そう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 、許さないですよ、ね、許さないよね。結局許さない。仕事、仕事はね関係ないからね。そう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 、はい。可愛い子が多いのなら遊び放題、あ、選び放題ですね。いやもうそうっすよ。はい、そうっすよ、ちゃう。そうっすよ、ちゃう。そうっすよ、もうちょっとおかしいけど、はい。残念なイケメン結構いるタイプやな。確かに。これは来たんちゃうか。コマコマちゃうか。続報が90本1本勝負。青やけどな、ここ青や。ちょっと弱いですね。ちょっと弱いですね。ブラックはその勝つには勝てないんじゃないと言ってますけどね。店長の卒論後の慰めになってるんやね、ボンバーマンも。店長、でもこれやばい言うてる。あ、ST 抜けそうってことかな。いや、抜けないですよ。抜けない。ST 入ったら抜けたことないんでね。あと何回ぐらい。あとは82回です。ああ、ちょっと半分過ぎたぐらいかな。大丈夫、大丈夫。森口にいた神様ですかって、そうそう、ノインって書いたのは、宮川副主任ですね。あ、宮川副主任ね。勝さんは勉強ができないとか、天然とかってやってますもんね。勉強できないんですけど、数学だけできるんですよ。あ、そうなんや。あ、赤堀来た。赤堀来た。これはモーターでしょ。ドックンドックン言うてますわ、もう。ああ、これ、新運でしたっけ。そう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 。これ熱いよね。これ熱い。低速やったら一番熱いんでしたっけ。あ、そうなんすか。確か。あ、そんなん全然知らんすわ。黒主任も英語書かせたらおもろいと思うよ。いや、黒主任もね、だいぶバカなんですよ、実は。バカない。これ言うてますけどね。あ、また、ありがとうございます。レインボー来ました。いや、もうこれ罰ゲームやな、黒主任は。あ、ブーク言うてますね。あ、当たりましたね。いや、もう、なんかもう、何やっとるんすかね、もう。え、当たんないね。いや、もう、当たらん。KY やから爆弾発言になっちゃうから。少年のような人はモテそう。小野津さんを超えてくるとは思わなかった、ね、その宮川副主任はですね、ワン、ツー、スリーってあるじゃないですか、はいはい、1から10を英語で書いてくださいっていうふうに言ったら、
おのつんサンリーって書いたんですよ。ワン、ツー、スリーをおのつんサンリーっていうローマ字で書いたっていうね、伝説があるんですけどね、まあ、元森口のスタッフさんで今西淡路のスタッフさんなんですけどね、おのつんサンリーそう、どう読むんっていうね、それやばいやつやな。そうそう、勝 VS 宮川みたい。黒さんもBK なのってね。いや黒もだいぶ BK ですね。前々画用紙渡してって言われてますけど。いや僕もワンツーそれ分かんないですわ。嘘、ま、やる。いや番組の最後やる。いや、やばいな、やばいやつ。嘘、ちょっと面白いねそれ。ジュソも香ばしい店員4名やってなりますけど、ね、結構粒揃いですからね。そうですね。ちょっと意外やったけどね。粒揃ってますよ。そうか、僕もそんな頭良くないですけど。勝さんね、180あるだけでもモテそうやろに。あるやつちゃうんすかこれ。あ、AT フィールド全開来てる。あるやつちゃうんすかこれ。はいはいはい、頑張って、頑張ってよ。はいはい、おー、当たった当たった。おー、いいね。顎、顎、顎来たよ。顎当たったよ。やった、当たった。なんか当たった、まあ、黒ですね。黒ですね。まあまあ黒ですね。おー、ガロにも黒いますからね。あ、なるほど。もう黒いますから。いるね、さっき表示出たけどね。しかもこの黒結構滑舌悪いですからね。悪いか、詳しいな。詳しいですよ、おめでとうって。2時から聞こうなって言われます。あ、今ね、ちょうど1時36分お渡ししました。何年させようかな。ブラックさんおめでとう。最初でインボやった。飛行なには筆記試験はないんですよねって言われてますけど、筆記はありますよ。 あるの。ありますよ。あれ、筆記試験なくなったって聞いたけどな。 あるあるある。あったっけ。あるあるある。一応あれか、一般常識はあるのかな。ありますよ。今が ないのか。あ、ですかね。この間の会社説明会では確か筆記試験はなくなって、あ、面接重視になったって聞いたような気がするんです。あれですわ、新卒ですね。新卒の方か。あ、中途とか。アルバイト、中途のやつはアルバイトとかはまた別か。あります、あります。そっかそっか。おーでね、新滅ラッシュ、やりましたね、これで。エヴァの方も一応、確変ですね、これ。図柄揃いですので。いや、ちょっとだるいな。だるいな。言われてますね。店長は AT フィールド壊せますかって言われてます、ね。あ、壊せますよ。壊せる。はい。いける、全然いける。全然いけますよ。店長は人見知りじゃないよね。結構、人見知りな店長とか多いなと思ったんですけど。僕結構人見知りですね。嘘？はい。本当に？あ、僕結構人見知りですよ。あ、寂しがり屋の人見知りなんや。大変やな。だって今こう喋ってますけど、はい、普段全く喋らんすから。え、ブラックさん本当？いや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 、一人で喋って歌ってます。一人で喋ってんの？それちょっと危なくない？大丈夫？一人で喋って歌ってますよ。嘘。おかしい、おかしい、おかしい。ちなみにどんな歌を歌ってんの？おかしい、おかしい。なんかバックナンバーの。若いなやっぱり。いやもうあれ頭から離れんくなってしまった。あ、ブラックさんもちょっと覚えた感じ？もうなんか原曲よりかそっちで覚えてしまう。なるほど。いやそんな歌ってないから俺。かなりの人見知り。やめてやめて。全く喋らない人じゃ声かけられへんやと。まあまあね、仕事はねまた別よね。そうちゃんとやってました。家じゃ全く喋らんすから、ね。これでまた一人で喋ってたら面白いけどね。ビビるぐらい、喋らんすよ。あ、そうなの。寡黙なの。もう家にこもって。ずっと喋らんとテレビ。いやいやそんなことないですよ。いやほんまっす、ほんまっす。ああそう、やばいやばいやばいよ。俺の言うのはやばいやばい。はい、1曲どうぞって言われてますけど。いや違う、やめましょう。バックナンバー、それちょっと違いますわ。 E ガールズは、いや E ガールズ、 E ガールズどう？ E ガールズ好きって言われて。ちょっとそれ身内やな。あ、ほんと？ E ガールズ好きなんですよ。あ、そうなの。誰好きなの？佐藤晴美さんです。誰？え？誰？いやもうそんな誰とか。アミかな思ったけど。そんなもうみんな知ってますよ、佐藤晴美さんなんか。え、ドリームじゃないよね。ドリームじゃない。フラワー？フラワーですね。あ、フラワーは私も好きですけどね。あ、でしょ？でしょ？いい歌多いね。あ、もう分かってらっしゃる。あ、また新音来たよ。そう、もう瞳の奥のミルキーウェイね。新曲出ましたけど。めっちゃ好きやん。誰？昨日買いましたわ、CD。しかも外れるし。うわい、結構熱いですけどね。おかしいな。BK でも小作りはできる。そうね。勝 VS 宮川 VS 小政のどんぐりの性比べが見たい。新入社員の一般常識させて面白回答が見たい。ああ、当たりましたね。え？継続。いただきました。いただきました。誰やねん。何をいただいて。筆記試験ないから3が書けなくてもいいのかってね。サーリーになってるけどね。サーリー、はい、ブラックさんおめでとう。最後の英語チェック楽しみにしてます。でも残念ながらコマコマは勉強はできるんだよなってね。まあまあ一応大卒。そうなんよ。一応大卒ね。仕事から帰宅しました。タクは完全に高卒ですわ。あ、そうなんよ。まあまあでもね、高卒だからって勉強できるできない関係ない。あれ、あいつ高卒やったっけ。中卒。高卒、
中卒まあ高卒じゃない、はい、かなりの人見知り。店長スー差し上げますから飲みに連れてって。スーすごいごいですよね。もう忙しいわね、家では全く喋らない、だから離婚されるのかなと思ってます、ね、それもあるかもしらん、それもあるかもしれん、あるかもしらん、なるほど。アミちゃんはと言ってますけどね、アイーガールズのアミちゃん、ああアミちゃんも最初アミちゃんから入ったんですよ、まあ、そうですよね、大体そうだよね多分。でよう後ろの方見たら可愛い子女も後ろの方まあイーガールズ人多いからね。いやでも佐藤晴美さんは、はい、あのほんまにセンターで踊ってますからね。あ踊ってる子なん、歌ってる子じゃなくて踊ってる子、踊ってる子です、ね、あダンサーの方なんか背が高いんですよ。173センチあってめっちゃ詳しいやん。あめっちゃ詳しいですよめっちゃ好きやん、めっちゃ好きですよ、うん、エトさん可愛いで誰ダンスうまいから。あなるほどね、あのじゃあフラワーの長身でダンスうまい人、そうそうそう真ん中の後ろで歌ってます、真ん中の後ろ背が高いから、はい、むしろイーガールズアミしかわからんと、まあそういう人多いと思うけどね。いやいや佐藤晴美検索してみて、佐藤晴美ちゃん、はい、ぜひあの見てる人検索してみて。いやちょっと会いたいわ、うん、一応人見知りも種類があるよーと言ってますけどね。二人きりとかだとなんか話さないといけないと思って話しかける内心人見知りもいるらしい。ほう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 、あ私はでもこっちの部類かな、それじゃないっすわ、あこっちじゃない、もう完全な人見知りなの。いやいやでもちょっと沈黙はきついかな、沈黙きつい、うん、あでも自分から喋んない、喋ってほしい、喋ってほしいですね。あ自分から喋るよりは相手が喋ってる方が楽ですか。そうですね、あそうね、元奥さんは常に喋ってましたね。あそうなんや、もううんうんしか言ってなかったんですよ。それどうなのいや話聞いてるって何回言われたか。あ聞いてないでしょ。3万回は言われましたねそれ離婚原因じゃん、大丈夫そうかもしれん。ブラックさんどう、でも2人でおるときはずっと喋ってるんでしょ。そうですね。そう、俺飯行ったとき全然喋らへんやん。え何がすか。飯行ったとき俺全然喋らんくらい。いや喋ってますよ。いやそれあなたが喋ってるだけですよ。いや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 、ブラックさんはあれですか、どっちかっていうか聞き手の方なの、江藤さんと行ったときは。いやブラックはよう喋る、ブラックはよう喋る。そんなことない、そんなことない、よう喋る。2人とも寂しがり屋なんかな、これわかんないけど卒論原因は、脆弱な家系、アミちゃんはパフォーマーかなーってね、ヨーコとアスカとミユキがいいよ、全部俺の元カノってやってますけど、なんだとなんだと言われてますけど、マヤコさんニュースのこんばんはに一人でこんばんはって返してそう。ごめんそれはないな、まだないそれはないな、はい、それなるとうちのおばあちゃんとかになってくるね。ああなるほどね。女にはハヒフヘホで返せば万事うまくいくよ。んどういうこと、どういうこと、ほーとかへーとかふーんとか、はははは、はーとか、ひーってなんやろ、さんまが言ってた。あーでもさんまさんうまくいってないよね。さんまさんうまくさんまさんも卒論書いてたよね。そう卒論書いてる、うん、店長とブラックさん両思いですか。いや両思いでしょ完全に。いやちゃう、いや女性が入る隙がないぐらい両思いちゃいますよこれ。いやもうそれやばいやつや、やばいやつやばいやばいちゃうね。えまた金飯さん見てたらその辺の情報とか教えていただけたらと思いますけどね。金飯はね、はい、金飯は元気にしてました。あ元気そうでしたよ。思いますか。はい、昨日もだいぶお絵描きで弾けていただいてね。あそうなんですか。あの西淡路の店長ちょっと絵が独創的っていうすごい話題なんですけど、はい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 、はい、あのちょうど西淡路の、スタッフさんと、吹田の店長たちにも描いてもらって、ちょっと画廊描いてくれってお願いしたんですよそしたらもう金飯さんの画廊ちょっと意味のわからない画廊になってましてですね。画廊じゃないでしょう、はい、もうなんかあのハウルの動く城に出てくるなんか炎のカルシファーみたいな絵描いて。あカルシファー、そのあれ画廊ちゃうよねみたいな。まあ言うてあの人の髪型も画廊みたいな感じですけどねまあ確かにね、うん、間違いないね、うん、サンマめ普段めっちゃ遊んでるやんってね、ビートたけしも一試合で。まあそれはお金持ってるからね。ああ店長激アツと言ってるよね。え激アツ？激アツ何回も外したことあるで俺。ガロケン。ああ外れた。まああかんわ。あかんわ。なんやこれも。絶望早いな。あかんわ。あとでもまだあ40回ぐらい？あと何回？いやいや43回。あやばい。ハヒフヘホ理論を彼女に実践したら真面目に聞いたのがあって手と足が飛んできたそれ適当に言ったからじゃないの。そうそう一応感情込めてへーとか言ってあげたら、そう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 、ほーとかでも聞いてなくてもね、はい、あーなるほど、そうそうそう、ほうほうほうとか、とりあえず感情込めといたじゃない、はい、後ででもあの話もう一回言ってみって言われた時にちゃんと聞いてないと知らないけどね。なるほどね、はい、卒論って今年の流行語に早くもランクインしそうということで、まあねいい意味でも悪い意味でもランクインしそうね、まあ、するでしょうね。何回も外したことある理論が正しかったね。さしすせそってなんだっけ。さしすせそは調味料じゃないの。調味料調味料
言葉ではなかったような気がするけど、めっちゃ進むやんこいつ、なんなん、お、いける、あかん、あ、エヴァンゲリオンもちょっとヤバそう、ヤバそうっすね、いやもうブラックはいつもヤバいから、ヤバいんじゃない、いやいやいや、怖い、あーヤバい、これ2人とも同じ感じで終わるかな、あ、でも2つ半ですね、あ、期待度2つ半はヤバいか、話を聞いてあげられる彼女がいないのですが、どうすればいいですか、いやそれ僕もどうすればいいか聞きたいっすわ、作りに行こうじゃん、いやどこに行きます、婚活はちょっと、あ、当たりましたね、当たりました、ブラックさんよ、あ、続きました、あ、エース店長さっき抜けるんじゃない、いやクソブロックやな、クソブロック、なんか引き弱いですね、いや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 、まだあるから、まだまだ残ってる、エヴァンゲリオンは継続枠ですね、クソブラック、クソブラックやな、まあなんかでも最近 SNS 婚活とか流行ってるみたいですけどね、え、なんだって、そうそう、ネットで婚活が流行ってるみたいですよ今、なんだそれは、江藤店長は愛席居酒屋行かないのって言われてますよ、いやそんなん行ったことないですけどね、北山マネージャーが最近ハマってるらしいですよ、ね、みたいですね、はい、面白いのかな、いや僕シャイなんでね、はい、シャイやから行かんのっすわ、まあ、AD フィールド分厚そうやからね、じゃ行きますよ一緒に、じゃあこれでスイッチオンが来たら完璧、スイッチオンが来たらね、あかん、赤やね、でも赤やってね、チャンスやけどね、そう腹立つわ、店長が書いた家庭内の沈黙と配偶者への無関心については重装点で読めますかって言ってますこんな卒論すごいね、相席居酒屋で今までお二人、あ、二人持ち帰りしましたって言ってましたね、うわすげえ、すごいね、相席居酒屋そんなお店やったっけどうなんやろうな、はい、ブラックほうれん草言ってみて、報告連絡相談、それは大丈夫よね、はい、はい、大丈夫、お、あ、次回予告来てるこれ、これあれかな、昇格かな、いやそれ保留連ちゃいます、保留連かな、昇格じゃなかったっけ、保留連か、ラウンド中やろ、どうやったっけな、お見合いパーティーとか行かないのってやってますけど、お見合いパーティーそんないいもんなんすかね、お見合いパーティーも気が向かうと厳しいよね、いやもうそんなん、これこそあれじゃないの、誰か誘って一緒に行かんと無理じゃないですか、どう喋らんすわ、うん、あ、保留連、あ、保留連ですってブラックさん、いや重力確定とかかな、江藤店長マイマイとか好みですか、いやそれはないやろな、なんすかなんすか、音鳴ってるわ、めっちゃ鳴ってるわ、はい、ただの8ラウンド16ラウンド、あ、昇格よねやっぱりね、違うよ昇格だよって言ってますけどね、はい、だって江藤店長のさっきのあの e-girls のね、あのフラワーの子の好み聞いてたら長身でなんか綺麗そうな感じの子やったね、そうですね、なんで笑ってんのなんかちゃんギヤギヤしてる、変に恥ずくなりました、マイケル富岡は SNS で連れ込み中って言ってますけどね、なんだと、そう、まあ、マイケル富岡さんはね、もともとスペックいいからね、みんな寄っていくよね、貴重なバツイチ店長集合お見合いパーティーしようよって言ってますけど、それ相手がいないでしょ、相手が、相手はどこで募ります、リスナーリスナーあかんかん、ウェスターはフェスの起きてあるからかダメよ、はい、いやいや黒一緒に行きますってお前若いやろって言ってますけどね、なんだって、はい、そんな店じゃないのに持ち帰れるってすごいなってね言われてますね、そうですね、江藤店長は養育費月いくら払ってますか養育費ですかあんま言わん方がいいかリアルやなこれ、払ってますよでも、あ、でもそのね、養育費もありますから、ね、ちゃんと払ってますから、はい、俺のいとこはいとこのおばさんと結婚したんだけどどう思いますか、まあまあいいんちゃいます、いいかな、いいのかな、いいんちゃいますまあまあ本人同士が良ければいいのかな、まあ、本人同士のあれですから、ね、お見合いパーティーで男性の方が会費高いのなんでやと言われてますけどね、まあ、確かに男性大体3500円、女性1000円とかね、安っ、そうそうそう、な、何それ、そう、男性側が持つ方が多いよね、はあ。どうなんよね、この辺は私何とも言えないけど行ったことないから、おかしい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 、キコーナで卒論会で卒業した方々を集めてパーティーしよう何のパーティーそれ卒論会で卒業、あ、だからあれでしょ、離婚者を、離婚者限定のってことでしょそれもなんか切ないパーティーならへんかな、お前ね、ギリ離婚仕掛けとかもありんじゃない、じゃあね、まあお客様じゃないリスナーならてんてんてんってやってますけど、ね、難しいな、難しい、いや難しいな、線引きが難しい、そうですね、逆にどうなんやろ、卒論書いた人を私ちょっとあんまりわからないんでね、それ角の子もちょっと切なくなりますけどね、切なくなりますね、はい、前々昨日は1から10を英語だったから今日は色を英語でいこうとやってました、ね、あ、ブラックさん最後、いやー色もわからんね、色わからん、じゃあ色5種類ぐらい皆さん書いといてじゃ、黒でしょ黒、はい、ブラックはわかりますよ、あ、黒やったらわかる、まあ、黒はね、あ、でも綴りわかる、多分おお、わかったよ、てか、江藤店長も抜けてるけどね、いや、もうなんか、あれっすわ、
もううざいっすわ後ろが。うざいっすわ。ブルブルブル言ってますよ。ねえ。継続しだしましたね、はい。そんな派手に叫ばんでもええのにね、エヴァンゲリオン。リスナーと付き合ったらアウトなのってやってますけど、もうそんなことないと思うけどね、どうなんでしょうね。難しい。今までの事例で聞いたことないから分かんない。いや、なかなかないでしょ。そうね、まあお店に遊びに来るっていうね、女性リスナーさんとかいますけどね。あ、そうそう。そう。まあ付き合ったかどうかっていうのは分かんない。ベッキーに卒論提出ですかってやってますけどね。なんだベッキーには出せないよね。2人のタイプを教えてください。佐藤晴美さんです。あのフラワーのね、はい、そう考えると多分ハードちょっと高いような気がしますね。ブラックさん、ちなみにタイプとかはあるの？あの子なんでしたっけ、店長名前。あれやろ、黒。いや違う、黒黒木瞳。黒木瞳。黒の通りだけ。有村架純が好きなの。あー、どっちも面食いやな。今なんか、おいっていうのがあるでしょ。あるね、au の。あれがなんかもう、たまらん。ずっとエースは言う。ドエスやもんね、あの感じがね。めっちゃええ。あれ、七尾さんとかはダメなの？いやー、綺麗ですけどね。まあでも、有村架純ちゃんの方がいい。いやもう。もういいあブラックさんどっちかって言ったら可愛い系の方がいいのかな。そんな有村架純さんいいですか。いやいいでしょ。佐藤晴美さんの方がいいと思いますけど。いやブラック主義佐藤晴美さん分かる。いやなんか結構見せられるんで。あそうかガチのやつやん。いや見せてないし。いや可愛いやろ。見せてないし色の道開けますし。見せてないし、ね、確か、卒論って友達の承認いるんじゃなかったって言ってますけどね。あ卒論書くときは確か承認 承認いますね。あいりますね。ベッキー事件詳しく知らないんだけど何があったの、まあ、この辺ググっていただいたらすぐ出ると思います。ググってあぽっちゃり、まあポッまあ、どうなんですかね、スレンダーかふくよかかって言ったらスレンダーの方が好きなのかな。佐藤晴美さんですか。江藤さん、はい、あ僕ですか、はい、いやあんま気にしないですけどね。気にしない、はい、前の奥様はちなみにどんな感じだったんですか。スレンダーな感じ。いや中肉中背。ああま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 あ普通ちょっと中間ぐらいな感じ。中間ぐらいですね。ブラック主義の奥様は、はい、いやー太いですね。太いの今あれじゃない。ああそうか。いや綺麗な奥さんですからね、ほんま羨ましい限りですわ。ほんま何にも楽しくないわもうめっちゃブラックなってるやん。店長がブラックなってるやん。いややっぱりエヴァ保留連やったねってね。江藤店長、赤いふんどしを履いて大仏のマスクかぶってみる気ありませんかって言ってますけどね。それはなんか見たことあるの。これあれじゃないの、鶴見の翔太郎じゃないですよね。はい、ですよね。エヴァ10のレインボー綺麗じゃないって、ルパンのレインボー綺麗で好きって言ってますけどね。よくあのレインボーでもこうメーカーによって色が違うじゃないですか。はははあのエヴァのレインボーは汚いっていうことかな。あ私はですね、個人的には高尾の台のレインボーは好きなんですけどね、色綺麗から、高尾のレインボーね、うん、綺麗ですよ。店長の彼女募集しようよって言ってますね。募集しましょうよ。店長彼女欲しいんですか。いや欲しいですよ。あ欲しい。どんな方がいいですか。佐藤晴美さんです。無理やな、完全に無理やな。無理か。はい、ちょっと難しいな。いやーなんとかいけんちゃうかな。あいけんの、いけんの。いやまず出会わんとね。LDH に問い合わせてみたらどうですか。あのね、はい、僕の弟がね、はい、そろそろあの EXILE のダンス学校に入るという。マジで言ってまして。え弟さんいくつ。弟はね、一番下の子なんですけど。年離れてるんですか。7つ。大学、今年2年生。おうおう、はいはいはい、でちょっと入りたいな。もともとダンスされてたとか。大学で始めたんですよ。あそうなんや。なんかやりたかったみたいで。はいはいはい、はい、初めてちょっと やってるし。なるほど。そういうところにも入りたいなと。あ、まあ本格的にちょっとやりたいと。そう、兄としてはもうぜひとも入って佐藤晴美さんを紹介してくれと。難しいな、それとりあえずあれやん、エグザイル系列のグループ入っていかないと。そうそうそう、まあ、ぜひとも入ってくれ。スカウトをもらわんとダメね、あの J ソウルブラザーズみたいにね。あいつはきついと思う。ジェネレーションズから始めようかじゃ最初ね。ちなみに、はい、元奥さんの妹さんの友達はジェネレーションでいるんですよ。え、そうなの。そうへえ。真ん中で踊ってる男の子なんですけど、僕は会ったことないんですけど、ほんまに友達らしいですよ。じゃあなんでそこからつながって佐藤晴美さん行かなかったの。そう思ってるんですけど、いかんせん元嫁の妹っていう
まだちょっと複雑な感じだね。別の障害が出てくる。遠いなーって言われてますけどね。遠いんですよね。そうか、大変やな。いや、惜しかったけどね。この配信見てくれへんから。友達入ってる時点で遠いって言われてますけどね。でもね、気候なチャンネルなんですけど、はい、先月ちょうど森口店で京楽さんのバスツアーとのコラボ放送させてもらったんですよ、はあ、でその時に女性ライターさんで、はあ、オリジナル術かな、実践術のライターさんと一緒にお仕事したんですけど、その方ライターさんになられてまだ半年ぐらいなんですけど、はい、なんと気候なチャンネル見たことがあるみたいで、入る前からずっと見てましたっていうふうに言っていただいて、いや、めっちゃテンション上がりましたけどね。マジか。そうそうそう、だから結構ね、どこで見てるか分かんないですよ、この番組。そんまやね。そうそう、しかもそのライターさんめちゃめちゃ可愛い子だったんで。ありえるな。なんかそういう子も見ていただいてるんやと思ってね、ちょっと嬉しかったですけど。いいぞ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 、いいぞ。佐藤晴美さん見てるかもしれない。見てるかもしれない。頭に気候なのダンスしか浮かばないって言ってますけど。まあ社員ダンスやってましたね。あ、エヴァやばいね、終わりそう。終わった抜けた。はい、じゃあまた時短続いてますね。あ、全然ダメですね。色は黄色、白、茶色、紫、青を変えてください。黒2人仲いいな。白、黄色、紫、茶色、青お願いしますって、ね、黒かぶっててびっくりした。一番汚いレインボーはセイヤのレインボー、わらわら汚いレインボーとかあるの。その見解は斬新で受けたって言ってますけどね。斬新で受けた。エヴァとガロはどっちが爆発力ありますかって言ってますけどね。まあ ST とその核変機っていうのでまた変わってくると思うんですけど、なんか何があんのは ST な気はするんですよ ね、個人的には、うん、はい、そうと思いますわ。同じ 80% でもね、やっぱちょっと違うような気はするんですけど、ね、ST ですからね。私はでも核変機ちょっと苦手になってきたんでね、できたら ST の方がなんかこう自分の引きみたいな感じで諦めれるから。なるほどなるほど。継続率はもう北斗とかでだいぶね、通常そうすぐ4通引いて終わるってパターン多かったから、そういう感じ、ね、個人的には ST の方が諦めはつきますね。ああ、そうか。お店のスタッフで可愛い子いないのって言ってますけど、ね、いますよ。いるいる、綺麗な子いたよ、今日。いますよ。はい、北斗わらわらって言われてますけどね。店長の権限で店に呼んでみなよ、佐藤晴美ちゃん。いや、どういう権限よ、それ。まあね、芸能人の方、ご来店とかありますけどね。いや、佐藤晴美さんは呼ばれへんすわ。呼ばれへん。LDH にちょっと交渉しないと無理ね。交渉しないとあかんすわ。はい。ヒロに電話せなあかん。ヒロ、ね、ヒロ社長やからね。ヒロ社長やから。今までの卒論提出者、ムック、たこ焼き店長、ガーリンちゃん、江藤店長と、あと誰かいたっけ、どうですか、ね、俺、そこに入ってんねんね。入ってますね、これね。あと誰やろう。あ、いや、だからそんないないでしょ、結構ね。独身の人は割といるけどね。そうでしょ。誰やろう。なんか忘れてる人いるような気するけど、忘れちゃった。じゃあちょっと配信巡って聞いてみます。あ、高橋店長とか。いや、でも再婚したやん。あ、そっかそっか。うん、一抜けやから。卒論の再婚か。そうそうそう、卒論の再婚。卒論の再婚。ちょっともうややこしいけど。、はい、スタッフの中で彼女探したらダメなのって言ってますけど、いや、そんなことないけどね。本気やったらいいって言ってたよ。まあまあまあ、はい、遊びじゃなくて本気やったらいいよって言ってた。本気やったらね。はい、はい、いやいや、江藤店長って、ね、それないから諦めろって、あれか、佐藤晴美さんが来るってことはないか。佐藤晴美です、江藤さんごめんなさい。お、なんだか。うわ、めっちゃショックや、ね、ダンススクールに何万人もいるから佐藤晴美に近づくの無理やろって言ってますからね。やっぱりそうか。その何万人の中でも、もうほんと10本の指ぐらいに入る、もう天性のものがあればヒロとかね、あの辺がちょっと目かけるかもしれないけどね。なんかちょっと落ち込んできましたわ。ありえてもバツイチ店長のとこ行こうんやろって。いや、わからんよ、何があるかわからん。いや、人生は何があるかわからん。ちょっとあんま言うのやめてもらっていいですか、ね、爆発力ならビッグドリーム。ほんまに落ち込んできたわ。もう佐藤晴美は諦めて元嫁の妹狙おうやって言ってます。どういうことやねん、それも。いややな、どういうことやねん。今来たってね、まあ、今ごめん、俺が来たらエヴァ終わっちゃった、ごめんって言ってますからね。そんなことないよ。ボンちゃんに聞いてみろってね、佐藤晴美さん読んでいいですかって聞いてみーって言ってますけど、ボンちゃんもね、北山マネージャーも誰ってなるかもしれない。多分誰やねんって言われて終わりっすね。そうですね、無理に決まってるやろって言って終わるかな。何を言うとねんって、すいません、店長はお店の子には手出してないのって言ってますけど、ね、それはない。ない。いや、やっぱりね、社内恋愛って大変やからね。そうですね、皆さんやっぱり躊躇しするよ、みんな。うん、でも店長だったらそこそこ財力あるし、いろいろ寄ってきそうなもんやけどって言ってますけど、ね、いや、そんなことないですよ。そんなこともない。全然そんなことないですよ。いや、財力目当ても結構厳しいと思うよ、うん、今の子結構シビアな子多いからね。そう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 。ね、はい、
加藤晴美です。江藤さん、私の名前連呼しないでください。え、なんで、ちょっとほんまにショックやねん。僕結構ピュアなんで。あ、ピュア、あ、同性同盟やったらごめんなさい。はい、すいません。ということで、あ、2時だよってことで早かったですね。2時、あ、もう2時ですか。いや、ブラックさん、はい、英語で色変えてよって言われてるから、あれ、最後やるか。これ見ろ、一応これちょっと見ますかね。ガロちょっと熱いで、ちょっとチャンス、これ継続するんじゃないですか。いや、これ継続したらちょっとだいぶ、あ、しないか。いや、こっからエンブレムがくるくるパターンもありますね。あ、そっちパターンね。あ、あ、そっか、新別の方か。継続して、あ、継続はしないね。これでもいきなり当たったりしますよね、このゾーン。そう、結構パッと当たってる。 赤欲しいな、あ、青か。いや、ここから色変わりますよね。色変わる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 。赤欲しい、緑、あ、赤枠なかった、ないやつやった。全然あかんやん。江戸晴美です、店長よろしく。江戸晴美はいらん。江戸晴美って結婚せんかったっけ。あれ確か最近全然出てないですもんね。なんか今講師とかね、あっちの方でお忙しいらしいけど。おい、当たったやっぱり。よっしゃー、すごいな。今も一応なんかチャンス来てますけどね。来てますね。2人仲良しか。ええーってね。はい、終わった。いや、疑似から聞こうな。それ、あ、これストーリー行きましたね、エヴァも。ただガロは潜伏もしくは昇格するかって。一応これあれですよ、ストーリーなんで熱いですけどね。黒いな、黒いな。バルと虹から聞こう。ちょっと暗いですね。なんか嘘やろ。江戸さん、江戸で我慢してください。青でも当たるとき当たるし、赤でも結構外れるよ。それね、さっきの新別のやつ意外に当たるからね。さあ、エヴァが一応ストーリーの中では一番、弱いんですけど、当たる確保可能性はありますね。まさかの単発かな。あ、いや、あれか、この相川賞強いからね、ガロは。頑張れ。あ、外れた。黒いですね。宮古晴美です、ね、私空いてますよ。宮古晴美さんね、まさかの単発。江戸晴美はもういいですよ。あ、外れた。ああ、外れたわ。いやー、まあそういうとこでしょうね。なんかちょっとムカつきますね。ムカついた。やっぱりちょっと、やっぱあれですね、重曹の筆頭主任で言うとパチンコは正直ですね。今年も相変わらず身近な気候な健在って言われますね。間違いないね、これね。じゃあブラック主任、なんか色を英語で書いてくれって言われてるんで、はい、一応江藤店長まだ続いてるんで、はい、その間ちょっとじゃあ英語で色を書いてもらっていい？かかったな。じゃあ書きましょうか。え、相川将棋、はい、勝てなかった？いや、相川翔今戦ってます。ちょっと今、心滅させられたんで。あ、やばい。あ、これあれですね、連打のやつですね。でもこれを克服して重心ガロになりますからね。あ、そうね。詳しすぎるやろ。上がり方が普通や。やばい。じゃあブラックさん、これお渡ししとくんで、はい。はい。え、もう今書いていいですか。あ、今ちょうどね、店長打ってるんで、その間にじゃあ、はい、一応、お題、白と黄色、紫、茶色、青って言われてますね。白。じゃあ、でもそれが分かってへんやん。そうそう、さっき白ってあの漢字で書いておいたんじゃない？白、黄色、紫、茶色、青。いや、もう、重曹の筆頭主任、誰もが憧れる筆頭主任が書けないわけないじゃないですか。結構恥ずかしいですけど。これはまた、あの、エンディングね、告知の後に発表していただきますので。はい。頑張ってね。そんな、うちの、もう、うちの網谷が答えられへんことなんかない？ねえ、カリスマですから。何のために重曹のヒット主任やっとんねんって。 あと虹色も追加しといて。あ、虹ね。とりあえずじゃあ白、黄色、紫、茶色、青を書いてもらおうか。白、黄色、もうそれ、もうそれすら白、黄色、紫、全然聞き取れてない。紫、はい、茶色、復活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 、茶色、青。あー、くそー、いけた。茶色、青で、虹色ね。2時、はい。じゃあこれを英語で書いてって言われてるんで、ちょっと頑張ってみてください。はい。まあこれ分かんないですけどね、あの基盤ゾーンか入ってたら潜伏ですんで。そうですよ。さてさて、どんなぶっ飛び英語が出てくるか楽しみって言ってますけどね。だいぶハードル上げられとんな、ね、カツさんと比べてみてねって言ってますけどね。じゃあカツさんにもね、一回ちょっと変えてもらいたいですね。いや、カツはアホバカなんですけどね。あいつ因数分解だけめっちゃできるんですよ。すごいね、それすごいね。そう、すごいでしょ。逆に私数学苦手なんで教えてほしいぐらいですけど。なんかもう、なんでっていう話ですからね。いや、でも誰でもね、意外なところに特技があるって言うけど、そういうとこ得意なんやね。それがしかも全く仕事で役に立たない。こら。全く役に立たない。まあね、数学は足し算引き算掛け算割り算できたらいいとかいう話ありましたけどね。
チャンス来た因数分解もう忘れてるわってね言われてますけど、いやそうでしょ、忘れてるよね、そういうもんなんすよ、そうそう、いやでもすごいね、全然あかんやんけさあこれは時短なのかそれとも潜伏なのかって感じですけど、店長的にはどうですかこれ、入ってると思います？いやこれはね間違いなく入ってない、入ってない、あ時短臭い、時短臭い、てかこれ牙の手って何回転で目で来るとかあるんですか？いや大体あれじゃないですか、あの残り40回とか50回ぐらいが多いような気するんですけどね。あそうなんですね、じゃあもう回数来てやったんかちょっと分かんないけど、はいはいはい、因数分解、因数分解って公式やったよね、因数分解使うところないもんね、ないんすよ、キコーナーでは因数分解役に立たないんですかと言われてますけどねまあ立つか立たへんかで言うたら8割立たへん残り20までのどっかで来るよ、ね、あそのストップなるからね、時間回数がね、僕は玉ねぎが大好物で毎日2玉食べてるんですが、皆さん欠かさずに食べてるものってありますかと言われてますけど、でちょっとこれはもう毎日食べてもいいわっていうぐらい好きなもんとかあります？ラーメン、あラーメン好きなの？ラーメン一番好きですね。あでも味は何でもいいですか？豚骨が好きです。あ豚骨ラーメンだったらは毎日でもいい。うわもう全然。それは店長それは超えるわ。え？豚骨ラーメンは。でしょ？毎日食べたらそれは太るわ。ラーメンはねあかんのですよ。ほんまに、ね、カロリー高いからね。ゴールドジムのあのトレーナーさん言ってましたね、マジで毒って。あまあ汁飲まなかったらいいんじゃない？いやー。あ麺もだいぶ炭水化物含んでるんでね。あまあ ね, ね私は麺系なんか知らん間に汁飲まなくなりましたね。あほんまっすか？そうなんですよ、別に意識してるわけじゃないんですけどね。へえ、はい、だからカップラーメンとかも汁一切飲まないんで。あそうなんですか？そうです、でもいいんじゃないですか？ラーメン食いたいって言ってますけど、もうそんなん言うからラーメンねみんな食べたくなるよね。この時間のラーメンがまたうまいんだ、ね、あやっぱうまい棒っていう人もいますけど、ね、うまい棒ね、牙の手が来たぞ。おおストックよかった、じゃあ引いて引いてよ店長。シャキシャー潜伏にすごいね、2回とも確変入ったよ。いやまあ、ね、牙の牙の歌、牙の歌ですよこれ。あそうですね、牙、牙ってでも魔界の花出てきますか？牙はね出てこないです。ですよね、これだって牙ってあの今日も京本政樹さんですよ、牙ってちゃうかったっけ？あ京本政樹、そうですよね、あそうそうそう、初代というか最初の甲賀の時に出てきてましたもんね。結構パチンコで出てきますけど、ね、あのドラマでメシアに速攻殺されますからね。そうですね、あんまり出てこなかったよね。そうそうそう、俺はガロの後半で微分積分を使うけどみんな使わないのって言ってますけどね。わかんない、使ったことない。使ったことない。はーい、ラーメン食いたい。明日の寝屋川南にヨーグルトと玄米茶持ってって。玄米茶なんでや、罰ゲームで使うのかな、わかんないけど。あなるほど。はーい、重曹でおすすめのラーメン屋さんありますかってことで、これはブラックさんさっき言ってたよね。はい、バッコシー、バッコシー、はい、バッコシー、はい、でも本当にね重曹店の近くはあのラーメン屋さん多いから、三方麺、花道、宮古ラーメンとかね、本当にいろいろあるから。あとね、汁なしやったらね、はい、何混ぜそば、あ、混ぜそば、ね、混ぜそばあるんですよ、韓国風の。はいはいはい、あれ美味しいっすね。やっぱりラーメン好きなだけあるね、店長すごいね。なかなか腹にたまりますけど、まあ、たまにやったらいいよね、ラーメンは毒はね。そうなんですよ、毎日食っても、あーやばい、俺は円周率のパイが出てくるとめっちゃ赤面していた、懐かしい青春時代って言われてますけどね赤面してたね。ヨーグルトと玄米茶ってやばいらしいからぜひ明日持ってって。じゃあちょっと、玄米茶あるかどうかわからんけどちょっと探して持ってってみますね。汁はダメね、高血圧になるよってね。とりあえず、コンソメスープに玉ねぎぶん投げるだけですわいつもってことで。美味しいよね、でも玉ねぎ好きやね。ナイトスクープネタきたで、ラーメンの油はやばいって言われたよね。ラーメン屋に行ったら汁まで飲むのが礼儀だと思ってるって。なるほどまあ、それも一理あるけどね、分からんでもないけど、健康を取るか礼儀を取るかやね、これはね。こまこまにナイトスクープのネタ実践させようと。じゃあしようかな。潜伏が俺は400まで行って、潜伏中の出玉だけで一箱行ったって人もいますね。なんだと、これはあれかな、核変形かな。 ST はね抜けちゃうから。う、ね、ガロパチ唯一の解禁書のキバさん、うんうんうん、キバ初代の話にしか出ないよ。お、キバ、ヨーグルト玄米茶でゲボの味がする、それ嫌やな。あとは DVD が1本あるだけ。あ、キバか。感動放送終わったから来たよ。ありがとうございます。店長は今、寮住まいなのと言ってますけど。そうですよ。あ、寮住まい。重曹だから住んでますよ。あ、重曹なんや、おうち。あ、そうなんや。じゃあ近いからいいっすね。そう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 。ね、10分もかからんすよ。重曹の起用ラーメンあんまり美味しくないよね。梅の慣れてると、重曹の美味しくなかったって言ってますね。起用ラーメンね。うん。まあ、味違うのかな
お店によって違うのかな。多分ちゃいますね。西中島南方に日清あるってことで、あ、当たりましたね、ガロ。日清ありますね、西中島南方ありますよ。ラーメンとかのカロリー表示は汁を除いてるから気をつけてよとやってますけどね。なんだと。あ、そうなんや。ヨーグルト飴舐めて玄米茶飲むとゲロの味なんだって。じゃあヨーグレットとかでいいんかな。星変化激アツやなって言われてますね。企業ラーメンのチャーシューは最強に美味しいという人もいますけど。そう。寮のポストに餃子差し上げます。食べたことないけどな。いや、いいですね。店長やっぱ好きなだけあって。いや、もうしかもこの牙の歌いいんですよ。牙に勝利は 78% 以上リープ。これはあれかな、オカルトかな、なんだと。はい、まあ、一応ガロー ST ロング ST ですけど、これ継続率 77% ですね。でしたね、確かね。はい、トータルで77ですね。重装店で園田の近くですかと言ってますけどね。園田、園田ってあの兵庫の、園田って地名があるんですけど。いや、あ、ちょっとね、買うと思いますよ。路線一緒が違うのかな。ちょっと行ったら天ヶ崎ありますけど。あ、でも近いかも。あの、その他確か天の近くなんで。あ、そうなんですか。はい、キバーってね、ブラックかけたーと言ってますけどね。キバーって、はい、今ちょっとね、ガロー当たってるんで。王将でも店によって味が違う。エヴァみたいですけどね、この曲。今日ね、歓喜のだね。うん、これ聞くとなんかカオル君。エヴァもう終わってるんで、ね、そうですね、今ちょっとガロがいい感じなんで。ブラックですね、完全にブラックですね。77%は平均やなーって、まあ、最近のロング ST では 77% が主流になってますけどね。まあね、まあ、あの花のケージが 85% やったような気がしますけど。そう、まあ、でもガロシリーズはあの出玉が多いからね。そう、ケージはちょっと少なかったからね。そしたらついでにお題増やしていいですか。日本とフランスも英語で書いてみてって言われてますけどね。おっとおっとおっ と, おっと、日本とフランス、日本とフランス、日本なんかわからんか。でもそれがレインボーマスクだと保留連かな。ブラックさんかけた神津島なら園田はすぐだよと。まあ、神津島豊中地域ですからね。阪急で園田神崎川重曹だったと思うよ。あ、そっかそっか。これ神戸線かな。店長スー差し上げますのでラーメンおごってください。ごめんごめんしょ。ありがとうございます。今日鉄板ネタなんだねこれ。いや、ちょっとなんかあんまりこれ鉄板にしても絶対怒んないから。あんまり嬉しくないね。いいじゃないですか、このコメント結構きますよ。いや、結構、いや、ちょっと謎機能、ドヤクラシック、これ間違いないね。何を示唆してるのかが分かんないもんね。これあれですもんね、また保留霊だと、着メロ流れますもんね。流れますよ。何回か聞いたことあるんですか、店長。僕はね、はい、ないです。ないんや。ないです。あれですか、金色でもない、引き弱なんでないです。ああ、それはないんや。悲しいですけどね。悲しいや、本当に悲しい。悲しくなりますもん。何してんやろうなって思う、ね、言われてますけど。あかんわ。数ネタ滑ってるよ、江藤店長。でもそれがおもろいって言ってる。それは滑り芸なってるやん。ええのか。ええらしいっすわ。ええのか、はい、滑り芸なってるけど。いやいや、滑り芸はちょっとあんまりね。滑り芸あかんの。あれは高度すぎるわ。ああ、今それをやってのけてますけどね。マジですか。素晴らしい。やってのけてんすか。やってのけてますね。俺やれてんのか。やれてます、やれてます。やれてんのか。十分。はい、見てくれてるかな、佐藤晴美さん。佐藤晴美さん、アピールすごいな。いや、もう佐藤晴美さんしかいないでしょ。佐藤晴美さんってだいぶ若いんじゃない、まだ21とか2とか。フラワーの子は若いもんね。若いよ。ドリームのが一応お姉さんグループなのかな。まあ、お姉さんとかおばはんすね。こら。いやいや、だってアミちゃんとかまだ 20? 多分ね、7、8ぐらい。 あんま江藤店長変われへんやん、年。僕のより多分1個か2個ぐらい上なんですよ。あ、おばはん言ったけどね。怒られるよね、完全に。僕も顔がおっさんですからね。ああ、まあ自分で不景顔を言ってましたけどね。そう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 。だから江戸はるみしか見てないって言ってるだろうって江戸はるみ。てか江戸はるみさんも見ていただけてるのかなと。あ、これはいい感じちゃいます。なればいいのか。シュン。おお、あかあかん、これもう吸引ってならなあかんのっすよ。ああ、ほら、さすがもう分かってるね。そう、分かってる分かってる。もう外れ方を知ってるから。ね、ブラック5かけて暇ならなんか絵でも描いて。あ、復活しましたね。復活あったじゃないですか。いや、でももういいっすわ、僕は。え、もう満足。もう満足。ああ、だからいいでしょ。やめる。いいよ、別にどっちも。だってもう答えの方が気になるもん、俺。答えの方が気になる。じゃあちょっとラウンド消化してから終わりますか。じゃあラウンド消化しましょうか。店長、そこまで押すということは次回からゴイゴイ店長でいいんですか。いや、ちょっとゴイゴイ数やから、ね、やめよやめよやめよ。ゴイゴイ数ってあるよね、ダイアンやったっけ。ダイアンですよね。ダイアンのツラッシュ。そうそうそう、ようやってたよね。前に関西旅行に行って重曹って読めなかったわ。まあそういう人多いと思うよ。あ、そうなの。読めんか。
ブラックさん、世界三大スープ回答してみてください。いや、世界三大スープ、世界三大スープ、なんやろう。これプライベートでやりたいわそりゃそうやね、頭角やです、ね、お疲れ。ほんまに全然分からへんから。あーね、六ユキチ持っていかれたやつだから。そうっすよ、ほんまに。ねえ、私もガロは、うん、あんまりいい思い出がないんですよ。そうでしょうん、なんかね、相性悪いんです、ガロは本当に。あ、悪いんすね。まあね、人気機種だから、あの結構配信でもね、ガロ売ったなみたいなお声いただくんですけど、私自身はね、あんまり相性良くないんですよ、ね、そう、ケージとガロにはなぜかあの嫌われてるて。ケージはあかん。なんでケージダメなんですか。ケージももうハマって即スルーしたから、格変入って。そうですね、もうほんまに松風駆け抜けたからね走って終わった。松風やばかったのもう、うん、まあ、でもケージはね、私個人的には好きなコンテンツではあるんですけどね、なかなかそれが振り向いてもらえないんで。それはわかりますね、はい、キセル出たのでやばいっすね。あ、そうね、もうめっちゃ興奮しますね。私キセル予告7回か6回出て、そのうちの、2回しか当たったことないんですよ、すごいでしょ、引き。そう、いや、それすごいっすわ。6分の2ぐらいしか当たってない。それもニューギンと相性がいや、でも009はめちゃめちゃ相性いいんですよ。あ、そうか、そう、大好きやから。そうトムヤン君ってその一つでしたっけってね、三大スープって。私もトムヤン君かなと思ったんですけど、ちゃうんかな。爆弾何人おるんやろ、わらわらってたんですけどね。いや、青色は 77% 平均通りだったんですけどね。これ色でなんか示唆してる人いますね。しかしこれライガかっこいいですねライガ推しやな。いや、これライガとコウガとまた剣の持ち方ちゃいますからね、はい、マニアック、構え方がマニアック。いや、もうそんなもう当たり前の話ですからね。マイマイは、新花のケージで最速配信キセル外れを見せたからねって。そうそう最速配信してね、キセルなぜ、なんでかわかんないですけど、全然熱くないのにキセル来て外れましたね。それなんで。そう、あの保留変化もないし、先読みもなかったんですけど、いきなり来てる来て、食らい上がれリーチって普通に外れたっていうね。あ、マジっすか。ただの恥ずかしい。だってあれ、キセルこの当たらへんのに。そうそう、キセル一応 70% オーバーらしいんですけどね。すごいっすね。そう、何が熱かったか分かんないっていうね。もう終わりました。あ、じゃあもう飽きました。飽きました。いや贅沢この人もういいでしょ。はい、ということで、じゃあ定位置戻ってもらっていいですか。じゃあ、はい、じゃあガロね、ちょうどレンジャンしてましたんで、ちょっと電源落としますわ。はい、わかりました。じゃあね、はい、僕のガロうるさいんで、ね、僕のガロうるさいエヴァは静かですけどね。はい、エヴァはね。じゃあカメラ変えますね。じゃあこっち来てもらって、じゃあブロックさん、あの告知終わった後にそれ一緒に答えをしますか。告知しましょうか、はい、せっかくなんでね。よし、終わろうってね。7年目突入してますからね、うちは。スー店長、スー差し上げますので、ハーゲンダ使ってください。おい、ごいっす。もういい、もうええって、もうええって、俺そんなんし、なんかもうダイヤみたいなノリになってますけど、大丈夫ですか。結構俺、ヒロって、そんな帰り来るとは思わんかったね。え、いやー、すごいネタね、差し上げてくれるな、たくさんいますけど、よかったよかった。保留ゼロからだったら外れるけどね。あー、あの、着せるね。あの時、まあちょっと何やったか覚えてないけど。ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、本日はね、重装店から初の店舗配信でしたけども、初ですよ。はい、ブラック主任さん、はい、結構緊張されてましたけど、はい、いかがでしたか、初配信。いや、めちゃめちゃ緊張しましたね。緊張しました。でも、あれでしょ、打ちながらやったら結構、あれじゃないですか、慣れてくるでしょ。いや、なんか、はい、どこ、いやいやいや、あ、そうか、そうか。ああ、見えた、見えたね。はい、マイクのくだりね。台の音と、はい、これが。はい、聞き取りにくくて、あ、もうちょっと多分ね、うん、音量上げた方が良かったかもしれないですね。ちょっと、はい、リアルなやつやん、はい、リアルなやつね。じゃあちょっと次回気をつけましょうかね。はい、まあ、でもコメントとかでもね、結構ブラック主義のコメントもあったんで、あと身内が来てたので、身内だいぶ来てたね、はい、身内多かったね。西田店長も来てたよ、ね、うん、あれ西田ですって本人か分かんないけど、多分本人っぽいね、あれ、うん、ありがとうございます。あの人天然でほんまに自分の名前入れたりするからね西田店長ニコ生見るんやね。だってあの人エヴァのことエヴァーって言いますからねそういうなんかおばあちゃんみたいになってるやん。そう、エヴァーやし、はい、あのハーデスのことをアナザーって言いますからいや、言い方おかしいね、ちょっと。すごいでしょ、アナゴとかじゃないんや。ほんまに言うんすよ、それをアナザー。いや、アナザーが言って、いや、もうボケじゃないんすよ。だからほんまにすごい、あの人はアナザーですね、ハーデス、アナザーって言うんすよアナザー。いや、まだまだあるからねエヴァーって。それちょっとまた、あの西田店長が来た時とかね、教えてほしいですけどね。いや、もうすごいすごい、もうなんかあるか、もう
ちょっと笑ったそれ面白かった。言い出したらキリないですから、ね、この辺にしときますけどね。吉明声高いですね。江藤さん男前ですねって言われてますけど、ね、声高いんですよ僕。意外にあの見た目に関してねちょっと声高な感じですね。見た目低めですか。見た目はちょっと低い感じする。見た第一印象はね。第一印象は低い感じはするけど高いんですよ。そう高いよね。エヴァーは合ってるみたいな。アナザー通じへんわ、ね、ピザーラちゃうんですよ。ね、言われてますけど、えブラックさんの分け目ってズラですかって言われてますけど、違いますよ。違うよね。ズラじゃないですよ。ね、本物ですよね、はい、そうです。大丈夫ですよね。はい大丈夫、はい、ずれてないから大丈夫ですよ。はい大丈夫です。スカルプ D を進めてます。スカルプ D かよ、うん、ね、スー店長の刈り上げもっと上まで刈り上げたらかっこいいよ。これ昨日書きたんすよ。あ西野さんに切ってもらいましたね。西野さん、はい、誰。いやもう西野さん僕いつも切ってもらってる西野さん。そう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 、お世話になってる西野さん。お世話になってます。ちょっと分かんないけどね。はい、あちなみにですね、重装店でオープンしてどれくらいなんですかっていう質問来てるんですが、7年目になりましたね。そうですね、1月でなんと7年目突入ということで、はい、いい質問、それいい質問。そうですね、ありがとうございます。身内、身内分かっていらっしゃるということで、そうそう、キコナ重装店のね、1月から7年目入りましたんで、はい、まあ、地域一番手目指してねやってますので。やってます。じゃあさっき告知いけますかね。その後答え合わせしましょうか。答え合わせしましょうか、はい、じゃあ申し入れ替え大丈夫ですよね、これ、はい、言えるよね。今日、はい、今日昨日、まあ、8日完了して、はい、明日9で、はい、10、11週末3連休ですけどもね。そう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 、ぜひ重装店来ていただけたらと思いますね。11、12で解禁の機種もいっぱいありますし、そう、北斗生デジとかね、あのルパン生デジも入りますし、そう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 、この辺はまた面白そうですけどね。そうそうそう、あと1月10日は重装で遊ぶということで、重装で遊んでください、ぜひとも。ぜひ、まあ、こちらはの配布、整理券配布中ということで、あのスタッフさんにお声かけていただきましたらね、はい、あの配布するということですので、させてもらっております。ぜひ重装で遊びに来られる方はね、はい、あのいただいてみてはいかがでしょうか、はい、あと1月11日ですけどもね、まあ、大阪、32店舗、はい、頑張るということでね、皆さんも店長忙しい日になると思いますけども、帯で頑張ります。そうですね、ちょっと3連休皆さん忙しいかもしれませんけどもね、はいはい、お客さんもぜひたくさんのお客さんも来られることを、はい、お待ちしておりますので、はい、まあ、なんだって重装駅西口走って10秒で着くんで、走って10秒こけても15秒、早立ち上がったら、歩いたら30秒、はい、重装と飛び出し地どっちの方がいいんですかってやってますけどね。それちょっと飛び出しんちには聞こうのねえよ。ねえね、はい、重装って読むんか、今知ったって、ね、言われてますけどね。そうそうそう。18日はちなみにお店営業してますかって言われてますけど。もちろん年中無休でやってますよ。じゃあもう18日ぜひ重装店遊びに来てくださいね。本物に来たか、それあれですね、ずっとちょっと言ってくる。多分ね、この人はあの私の勘が多分当たってたら本当の重装のお客さんです。あ、ほんまですか。しかも静岡の人やと思います。静岡。そう、あの重装店と梅北に遊びに来てる人がいてて。え、そうなんですよ。そんな知らんかった。あ、ほんますか。あの多分ねスロット打たれる方やと思うんですけど。え、そうそう、またもしね配信見て店長の顔も分かったと思いますので、お声かけてみてください。ぜひ遠方からも結構多いんですよね最近は。あーね、結構まあ見られてくる方もいらっしゃると思いますし、あの前ライダーさんが来られたんですよ。寺井さん、はい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 、その時にも香川から来たとか、横浜の方ですね、うん、から来たとか、はい、多分ね、重装店、あのどの気候でよりも立地に関してはかなりいい方やと思うんですよね。かなりいいですからね。あの本当に駅近いっていうのはね、いいことやと思いますんでね。やっぱりちょっと歩いて10分とかなるとね、ちょっとしんどいかなと思うけど。来るしかないやろ。そうそうそう、近いと思います。よくわかったで、わらわらって言われてますけどね。いや、ほんまに。ぜひぜひ遊びに来ていただけたらと思いますので。声かけてほしいわ。そうですね。あのまた、ごいごい数の人は来てほしいなと思いますけどね。あ、スロも押すけどパチも打つよってね、ダーリンと行くねって言われてるんで、あ、ぜひじゃあ遊びに行ってください。で、その時はブラックさんとね、江戸店長と、あとカツさん。ブラックさんだ、あ、カツかカツさん。カツはまあ次回に取っときましょうよ。あ、わかりました。まあまあ、あのこのお客様はね、もしカツさん分かったら声かけてみてください。カツ、爆弾。何言ってるか分からんと思うけどね。わかりました。じゃあぜひ、重装店お待ちしておりますので、はい、皆さんね、遊びに来てください。ぜひお待ちしておりますんで、はい、来てください。じゃあどうしますか、回答かけました。かけました、うん、多分いけるいけた、笑ってる。何個かはいけたと。いやー、まあ、きつい。どう、あ、こことかいけたでしょ。ちょっと、まあ、うちのヒット主任ですからまあまあ大丈夫やと思いますけどね。ああ、そうね、ブラック主任、カリスマブラック主任用意してくれてると思いますので。なるほど。じゃあちょっとこれ多分ね気になる人たくさんいるから見せてもらっていい。ちょっとガチで本に書きます。はい、ドドンということで、最初ね、色白ホワイト、これ合ってるよね。ホワイト合ってるね。黄色
イエローじゃないねこれ。ウェローになってるけど。なんだこれもう。紫何これ。パープル。おお。パープルでしょ。茶色は？ちょっと違う。茶色はブラウン。ブラウン。青は合ってるよね。いやブラウン違う。うん茶色は違うよ。エロって。紫もちょっとちゃうくないですか。紫は違うよ。ね。うん。ポプイになってる。パプル、ポプルになってる。パプル、パプル。ポプル。パプル、パプル。なかなかのひどさ。白と青だけ正解って言われてますね。青はブルー。あ、ブルー合ってる。虹、レインボー。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 ボ。惜しいなぁ。ウーがないね。ダブルないなぁ。ダブルないね。どこにダブルですか。もううるさい、うるさい、うるさい。もうあんま喋る。え、どこにダブルですか。喋ったあかん、喋ったあかん。で、ちなみに国、国ね、改定って言ったんですけど、日本はジャパン。合ってますよね。フランス。何やねんこれ、これ。フランスって完全にあの、ローマ字表記だって。それも。二乗詞。日本も正解ってね。ちなみに合ってんの、白と日本と青だけでしたね。よかったね。いや、まあまあまあ、合ってるだけよ。まあまあまあじゃないし。おかしいか、おかしいか。左の人、国籍どこやねって言われてますけどね。いや、おもろいね。やばいやばいやばい。この人にカウンター作業は絶対されたくないって言われてますけどね。いや、おるよ。危険、危険。あ、かけるで。いやいや、その、もうでもまあ見てもうたけどね。普通に書けるから。ローマ字表記やないか。あ、じゃあ店長答え書いてよって言ってるね。あ、書きましょうか。じゃあ答え書いてって。答え？はい。正解率8分の3やないかって。半分いかなかったね。いや、いったと思った。20パーぐらい。20何パーぐらい。黒は書けるよね。黒は書けます。キコーナのスペルも間違えそうなレベルって言って。いや、キコーナもいけます。いける。はい。カツはもっとやばいんかなって言われてますね。カツは、因数分解だけやばい。因数分解だけね。はい。ローマ字で逃げた。かつてこの人より爆弾なのって言ってますね。そうですね、爆弾です、ね。嘘。ちょっと待って。あれ、店長もやばい感じ。ブラウンが自信ない。ブラウン。ブラウン、なんかこれ、あー、シェーバーのメーカーのブラウンになってる。ちょっと待ってよ、じゃあ。ちょっと、店長は下書いたのかな。あ、イエロー合ってるね。パープル、あれパープル来ないだっけ。パープルコールさ、ピーラプルですよ。ピーラプル。あ、ブラウン、お前、あの、ヒゲ、メーカーになってるけど、これ合ってたかな。あれじゃない ?L じゃなかった ?R やったっけ。あー、そっちか。じゃなかったっけ。これで合ってる合ってたっけ。さっきなんか。そうですね。あ、BROWN。ブラウン。ブロンか。ブロン。ブロン。店長やばい。やばい。やっぱパープル間違えてるよね。なんか違うなと思ったもん。あ、パープル違う ?PURPLE。そっちか。あれ？で、ブラウンは BROWN。そっちね。そっちね。フランスは合ってます。フランスは合ってる。みんな気づくと思ったんよね。わざと。わざとわざと。で、レインボーはまああれやね、あのダブルが後ろなかったからね。そう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 。ダブルどこつけるんですかって言ってましたもんね。うん、どこつけるんですかって。あれ、店長も主義も大丈夫なの。大丈夫。あ、バカバカだったね。ちょっと。店長も意外とやばい。ちょっと間違えただけやから。あとで店長がやって、店長が一番恥かくっていうね。そうだね。一番悲しいやつです。まさか2個間違えるとは思わなかった。店長人のこと言えへんや、うん。いや、俺かけるけどね。でも店長字綺麗ね。そうでしょ。うん。そうでしょう。でも僕は自分の字好きじゃないんですけど。どっちもどっちやん。ますます勝が気になるわ。いや勝はちょっと。勝はやばいですよ。スーさんやっちまったなーって言われてますけど、ね。いや本性出てきて。喋らした後に因数分解やらせたらめっちゃかっこいい、ね。すごいギャップすごいね。ギャップがすごい。でもなんかもう登場自体あの背高いし、なんかまあかっこいいって言ってたから。高さありますからね。だからありますね。180。天井よりでかいの？いやでかい。僕75ですから。あ、ほんますか？そうそう。もっと大きいイメージあるけど。そうでしょ？はい。何そこポジティブだそうでしょ、ね、しかももう、はい、あのほんまに細いですからね。あ、そうなんや。ほんまにあのモデル体型なんや。もうほんまにどこもやったらいいんですけど、喋らしたらもうアウトですから。次の重装配信楽しみやなって思ってますけど、ちょっときついんちゃうかな。いやー、そんなモデル風スタッフさんがいるねえ、カツさん、笑顔が素敵なカツさん。笑顔はそんなに。笑顔が素敵で日本語弱いですね。うん、弱いなぁ。じゃあちょっとその辺も期待しですね。でも因数分解が強いっていうね。体育会系のバカかつ、はいみたいな感じですね。ああ、なるほど。いいんじゃない？そうですね。そんな感じ。だから、分かってるのか、はい言うて、やってみろって言ったら分からないんですけど、ね。ああ、言うだけね。そう。とりあえず言っとけみたいな。そうそう、もうそういうタイプです、ね。じゃあぜひ、配信ね、またもし機会あったら出ていただきたいですけどもね。はい、次ね、うん、あれぜひ四頭身笑わなってね。ブラックよりやばいんでしょってやってますけどね。ブラックよりやばい。ブラックさんだってカリスマですから。まあそうだよね。ジュースのカリスマから。誰もかが憧れてますからね。ええ、言われてますけど。もうすごいよ、もう一人で信者がもう
ブラック信者がすごいよ。ブラック信者ってちょっとなんか変な感じですけどね。はい、ぜひじゃあこんな重装店ですけどもね、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらと思いますので。いただけたら嬉しいですね。そうですね、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、本日、まあ告知大丈夫ですか？こんな感じでいいですか？もういいでしょ。大丈夫ですか？はい、はい、憧れて。10日来てください。とかぜひ8日で遊びに来ていただけたらと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。来週北節エリア何も聞いてないんですけどね、どこでやるとか。北節はいつもっすね。そうそう、ギリギリで決まるか決まってすぐ変更なるかどっちかなんで、僕が決めましょう。どこがいいですか？いや、そんな権力ない。そんな権力ない。ちなみに個人的にはどこ行ってほしいですか？茨城でしょ。あ、茨城。茨城サボりすぎでしょ。まあ確かに2ヶ月ぐらいも見てないかな。庭店長大変、忙しいからね今ね。まあ、そろそろあれじゃない。結局安定のサイトとかないもうあのサイコさんというかね、宮戸さんのあの三国とか行ったんじゃない？ああ、いいんちゃいますねえ。あの今日もなんかサイコデジョギ来ないんですかって言ったら、誰も行かないでしょわらわらって言ってましたけどね。ひどいなと思いましたけど。みんな見せますからね。そうね。高田店長は千里もやったんですか？千里まだやってない。あ、じゃあ千里でいいんちゃいます。ちょうどだからあのこの間、最後年内最後の時に吹田でやって、で吹田にみんな集まったんですよ。ああ、なんか言ってましたね。その高田店長と宮戸店長と、あのまあ西淡路のね白石店長とかみんな来て、そうそうそう、それで、あ、まあお店のこう交代した話とかもいろいろされて。なるほどね。そう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 。まあ どっかには行くと思うんで、また告知はしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあブラック氏にね、またこれに懲りず、またジュースの時はぜひ出ていただけたらと思いますので。はい、もう僕出ませんよ。もうブラックと勝つでいいでしょ。それ。めっちゃ責任感あるやん、こっち。もうマイナさん全てが。いやいや、その代わり録画残んない可能性あるけどいい。大丈夫。あ、あ、重曹でいいよって言ってますけどね。あ、重曹。あ、よかった？今日よかったかな。まあでも面白かったと思いますけどね、個人的には。またぜひ、重曹からもやりたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、遅くまでお付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは明日は、寝屋川南からの配信になりますので、よろしくお願いします。さよなら、さよなら。さよなら。ブラックさんありがとうございました。ありがとうございました。はい。